あ、大輔。これは僕が中学1年生の時なんですけど、はい、あ、これは僕が高校1年の時の話。確か高校1年です。それはそんなに重要なことなの？重要です。あ、そうなの。高校1年の時です、人にですね、あの卒業アルバム借りて、うん、であのこの子可愛いな、紹介してくれいうことで、あるある。で僕3ヶ月ぐらいかけてやっとデートまでこぎつけた女の子がいて、うん、でその子と映画を見に行ったんですね、うん、で映画見に行って終わってご飯食べて、うん、でご飯食べに行って、何食べたい言うて、私あのたらこスパゲッティ食べたい言うて、ああかわいいこと言うなと、たらこスパゲッティか、食べに行こうたらこスパゲッティ言うて、でたらこスパゲッティちょっと食べたらもう半分ぐらいで、私はもうお腹いっぱい言うて、いやお腹いっぱいちゃうやろ言うて、全然食べてへんで今日言うて、家帰ったら飯バー食べるのちゃうのとか言いながら、まあご飯食べてたわけですよ、はい、でその後にあの京都のあの鴨川、はい、あるじゃないですか、鴨川にこうポン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 とこう座っていくんですよ、はい、で話とかするんですね、カップルが、はい、ほんでそこでこう座って喋ってたんですよ。ほんでほんまにぶりっ子でものすごく可愛い子なんですね。ほんでうわ可愛いなあ言うて、いろいろ喋ってて話もしてて、映画面白かったなとか話してて、で今日どんなパンツ履いてんのと、いやそういう話になりまして、それはさておきね、それはさておき、いろいろあったけども、まあいろいろまあ、どんなパンツ履いてんの、でどんなパンツ履いてんのと、うん、なら今日はキティちゃんのパンツ履いてきた、キティちゃんのパンツ履いてきた、キティちゃんのパンツ履いてんや、かわいいな、ちょっと見せてって言ってこうパッと見たんですよ、うん、ほんなら、うん、キティちゃんがちょうどここやったんですよね、うん、ここのキティちゃんパッと見たら、キティちゃんのこの繊維から毛がカーッて出てた。もうキティちゃん、いや、やからやる、絶対やる、そんな、めちゃくちゃぶりっ子の子ですよ、絶対やる、そんな、はい、欲しいもんですよね。あー、ほら、ホッサンとあのコンビ組んでた時の話なんですけど、ホッサンの家に行って、うん、あのネタ合わせしてたんですね、うん、でネタ合わせしてて、夜ですよ、うん、でネタ合わせしてて、でまあまあ一応合わさったからできたから、うん、ちょっと俺さっきお風呂入るわ言うて、でお風呂入ったんですよ、ホッシャン。で僕暇やなと思ってタバコ吸いながらこうテレビ見てたんですよ、うん、ほんでホッシャンがなんか石鹸の皿かなんか取ろうとなんか出てきよったんですよ、バッて、うんうん、ほんなら急に、うん、お前おらー言うて僕のことバッチンどつきよったんですよ、ほんでガーンどつかれたから、なんじゃお前言うて僕もバーンどついたんですよ、ほなおっしゃもバーン倒れてヒューなってるんですよ、でなんやねんって言ったら、今お前が吸うてるタバコおじいちゃんのラスイチじゃにも一本僕ついてる、死んだおじいちゃんの病室にあった一本だね。それ言われてても僕は死ぬかい。なんでや。どっちの気持ちも分かるな。そうですね。なあ、ポーンと置いてあったタバコなんて。せやな。ごめんな、僕は。これ僕中学校2年の時の球技大会の話なんですけど、うん、あの1組と3組かなんかがやってて、ちょうど2対2ぐらいやったんですよ、うん、ほんで、あ、ここは勝たなあかんと、でもう時間ギリギリで、うん、でラストチャンスやったんですよ、うん、でそれがうちのクラスのコーナーキックやったんですよ、うん、でこれ決めたらヒーローやなと、あ、ね、ほんで俺頑張ろうとゴール前で追って、うん、ほな A ボールがバー上がってきたんですよ、うん、でよしこれ決めたらヒーローやと思ったら、うん、黒沢君いうドンキさやつが、うん、ウェー言うてウェー言うてこっから入ってきてボールバーンってもうバーンよそ行って痛い言うてボールバーンこう言ってもらってで痛い言うとるからもう痛いやらへんねん今ボケー思って、ほんでピッピーってなって同点で、それジャイケンやったんですよ、 PK の、ほんでもうムカつくなみたいな、ほんでずっと痛い痛い言うとるからもうええって言うて、お前
っとついたのか思うてて、もうええって黒沢君早くでもう言ってて、でパッて見たら痛いってずっと言ってるから何かなと思ったら、黒沢君の横に蜂がえみたいな、蜂死んでると思って痛い痛い言うてるから、パッて見たらここ蜂に刺されてたちょうどボール来て、これ蜂ですよ、ボール来て痛い蜂に刺されてる、蜂に刺されてる、蜂に刺されてる。いやしかし天然素材の時に、天然素材というグループをやってた、ね、グループをやっていた時に、たね、そうです、やってた時にこう、うん、宮迫さんとこう集団コントみたいなのをすることになりまして、で、俺の家でちょっと合わそういうことになりまして、で宮迫さんの家へ行ったんですね。で宮迫さんとそのネタを合わせてて、でまあこれでええんちゃうか言って終わったんですよ。で僕こうあの本あの布団の上でこう本読んでたら、宮迫さん寝てしまったんですよ。でその時クーラーがない部屋で扇風機だけで、ブリーフ一丁で上裸で寝てはったんですね。で僕なんかこう、あ、宮迫さん寝はったと思って、ね、え、あ、宮迫さん寝はった、寝はる、そう寝はる、はい、で、で本は読んでたんですけど、もう全然漫画がだな頭に入ってこない。宮迫さんが気になりだしたの。で宮迫さんってファンいっぱいやはんなと思ったんですよ、うんうん、いやそれは当時とかもすごかった、すごかったんですよ。ほんならこれあのファンやったら僕、僕の立場やったら今すごいラッキーなのな、ファンの子やったらみたいな思ってたら、だんだんおかしなってきたんですよ。で漫画を置いて、で結構すやすや寝たかったんで、ちょっと触ってみよう。なんでやるんですか、そうなるんすか。でもそれはね、お姉ちゃんのおっぱいの法則ですよ。昔やったよね、はい、息に合わせてこうやって、で最後はこうなんかこうその逆らうというね、一脚で、ほんで簡単狙い、はい、簡単狙いで宮迫さんのこうグッと押さえてたんですよ、こうやって。ほらまあ正直興奮してもうて、でもキスはさすがにこれあかんなと思って、ほんでまあ布団一個やってたんで、その横に寝ようと思って、でその手を離して、でどうしても宮迫さんの腕で寝たいと思って。なんでやん。いやだからもう分からん、そこはだからもうファンの心理ですよ。ファンの心理なんて、ファンちゃうやん。いやファンちゃうんですよ、先輩やん。ファンの心理だやったんですよ。ほんでバレんようにこっそー言って、ほんでまたその息と同時にこう手をこうこうやって、でしばらく寝てたら宮迫さんが熱いねお前言って、ダーンと疲れたんですよ。でダーンと疲れて、お前向こう行きゃ何してんねんお前って言われて、いやその僕も寝たふりして、そんな偶然ですやんそんなんって言って、心臓バクバクバクバレるなよ、もう偶然にそんなになったんですやんっていうお話です。正直なんか若い時グラ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 してたんですよ。ほんまにもうグラ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 と、俺ギリこっち来ただけで、グラグラの状況。今はそんなことないですよ。でもその時はもうグラグラしてたんで。やっぱりその性に対して異常ななんか興味があるよね。興味ありますね。ダンスケは。はい。おかしい。グラ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 してた。すみません。本当に初めて言ったんですけど。疲れた。疲れたわもう。行きます。すみません。いや。お大輔。二回目ですよ今日。それなんとかならんのかいな、それ。早くしてもらえないですかね。ちょっとやや言うな。いや、めちゃめちゃピリピリしてる。コメントしてる。
水着やろじゃん。滑らない話7って書いてある。この収録用にアイドルだね。アイドルだね。そのタイトルや。書いておかないから8と間違えそうや。どういうことやねん。これいきましょう。これ僕が中学校1年の時の話なんですけど、あの中学1年の時の数学の先生が寺尾先生っていう、ね、はい、ムッシュ寺尾っていうあだ名がついてるぐらいなんか変な先生やったんですよ、うん、こう、テンパで横が刈り上げてて、うん、もう牛乳瓶の底みたいな眼鏡かけて、うん、で下ジャージでまあカッターで、うん、ようやったでしょ、はい、でその先生がずっとこう黒板にこう書いてて、もう見た感じこうもうめちゃくちゃプリケツなんですよ、はい、こうやって書かはるからでそれ見てるだけで僕らはってなるんですよ。ちょっとほんならこうやっててそこ笑わないっていうその先生の腹立つわ、はい、そこ笑わないっていう、そうでそれ見たらまたみんなってなってみたいな先生がおったんですよ。でその先生好きで、うん、僕楽しみにしてたんですよ、うん、ほんで、1学期の終わりぐらいに先生が朝来た時に、うん、先生がなんか手の骨を折って、うん、前歯も欠けてて、うん、この辺ちょっと擦り傷みたいなのあったんですよ、うん、ほんで始めますよみたいなのが入ってきて、もうなんかあれ先生どうしたんですかって聞いたら、いや実はあの昨日だいぶ遅くまでちょっと学校残ってて、で暑かったから先生あのプールで泳いでから帰ろうと思って、で行ったんやとプールに、でまあ電気もついてへん真っ暗の中で、でまあ眼鏡外してまあ飛び込んだんやと、ほんなら飛び込んだら水張ってへんかったんですよ。みんな分かるやろと思う、大失敗やな、牛乳瓶の底みたいなのやから全部全く飛び込んだらもう激痛で、うわ大失敗や、大失敗ですよ、すごいですよ、カンクリですから、思いっきりかけて、それを聞いて俺らは笑うたんですよ、みんな笑うやん、笑わない、笑かせたんやろ俺で台本載せて、できると思ったんでしょうね、ちょうど水の変える日やったんですよ、面白い、面白いね、面白い、行きまーす、こうちのお父さんの話なんですけど、うん、うちの親父喫茶店やってまして、うん、でその喫茶店ちょっと流行ってなかったんですね、うん、で大輔ちょっとお客さん呼ぶためにどうしようか、うん、まあ大きい水槽でも買うて、うん、そこに熱帯魚でもいっぱい入れといて、綺麗なのいっぱい入れといたら、うん、お客さん来るんちゃうかと、うん、ほんでこのテーブルぐらいのこんなでっかいやつを150万ぐらいかけて買うたわけですよ、うん、で熱帯魚どれ入れる言ってこう一緒にこうカタログみたいなの出たら、ほんならバナナイソギンチャク、バナナイソギンチャク、もうバナナみたいで真っ黄色ででっかいでっかいイソギンチャクがあったんですよ、これ綺麗やなと、高そうやけど、はい、それ4万円ぐらいですね多分で、それをもう4、5匹入れとこうと、うわすげえな、ね、ほんで魚入れといたらこれ綺麗やろって言って、うん、でそれを業者に頼んで入れてもうたんですよ、うん、ほんで綺麗やな言うて、これでお客さん来るな言うてお父さんと夜帰ったんですよ、うん、で次店開けようと思ってパッて行ったら、うん、その水槽の中に、うん、そのバナナイソギンチャクがおらへんわけですよ、どないなってんねん大輔これ、うん、泥棒か、泥棒取らへんな言うてどうなってんねんこれ言うて、ちょっと言うて上の蓋パカッて開けたら、こんな大きかったバナナイソギンチャク死んでこれぐらいに縮こまって、ここのあの水循環するとこであのパカ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 ってなってるんですよ、これ12万ですよ、どういうことや大輔これ、なんで死んでしまうんじゃ、死んだらそんなんなんねん、死んだら縮んでこんなんなんですよ、こんなんで、で頭に来たと、大輔もうこんなでかい水槽やからでかい魚やと、アロハナ買うてこい、アロハナや、でアロハナ僕買いに行って、お父さんアロハナ買うてきたで、ほんならお父さんがよっしゃこれでお客さん来るぞってパッてその水槽の中に入れたら、アロハナがこう入った瞬間に死んでございます、なんでじゃなんで死んどんねん、これ海水やったんです、あれ淡水魚、ええー、じゃあ汗ってブルーン入れてまいれたんです、いい地味やな、すぐさなんでじゃ言うてこれが頭に来たと、ほんでもあらのやめようと、うん、でも今度はあのネオンテトラ買おうと、でそれ1匹150円ぐらいなんで、おうおう、それを100匹ぐらいこうやってバー入れたんですよ、これでもええ値段な、でそれはまあまあ死なんと落ち着いて、ほんでそれをある日こう見てたら親父が、おい大好きちょっとこっち来いと、これほら
めっちゃ卵産んでるぞ。うわ、もうに卵がいっぱい出てたんですよ。でこれは帰ったらすごいぞ、お客さんいっぱい来るぞ、言うて、うん、で1週間後ぐらいにまた親父が餌やろうって朝こうやってる時に、うん、大輔見ろと、うん、帰っとるぞと、うん、赤ちゃんになっとるぞと、稚魚が、稚魚、稚魚がブワーなってきれいきれいやったんですよ。でこれ嬉しいな言うて、うん、もうお客さんいっぱい来るぞ言うて、うん、でまた次の日ですよ、うん、で餌やる時に親父が、あれおい大輔、うん、どないなっとるんじゃと、うん、赤ちゃん一匹もおらへんけど、これどういうことじゃとどうなってんねん言うてパッて開けたら全部フィルターに調節がきつすぎたほんでそれでもうそれでやめたんです。で店は正直潰れてもったんですよ。潰れる間際のコーヒー一杯何杯やったっけ850円です。高っ。どうぞ、850円のコーヒーはあかんわ。よっ、はい、これは松本さんの話なんですけど、はい、うん、一緒に沖縄旅行に行ったんですね、はい、で今日何しようってなって、うん、なら、ちょっと、スキューバーダイビング。はい。あ、シュノーケリング、はい、はい。シュノーケリングしようってなって、で、行こうか、言うて行ったんですね。で、ウェットスーツ着て、フィン持って、ほんで、水中メガネと、シュノーケル持って、こう歩いて行ったんですよ。はい、で、結構そこ、すごいところで、鍾乳洞から海に出るスキューバーやったんですよね。はいはい、シュノーケリングね。ほんで、もうすっごい怖い怖いんですよ。その、鍾乳洞の中入っていた暗いしね、ジメジメしてて、なんかもうほんま、コウモリでもいんのちゃうかなとか、なんか怖怖なってて、で、とりあえずそこまで行ったんですよ。ほな、兄さんもちょっとなんかこう、夏やし暑かってウェットスーツなんかちょっともうめんどくさそうやったんですよ。どこまで行くねん、これ、みたいな。ほんで、ちょっと僕ら気ぃつこうて見てたんですよ。ほんなら、着きましたと。で、鍾乳洞の中から、こっから、潜りましょうと。じゃあ、ここでちょっとフィンつけてください。言うて、僕らはこう、一番下のその水のとこまで降りて、その中でこうつけてたんですよ。ほな、兄さんが、なんかもうちょっと、もうイラッときはったんですかね。もうこのままちょっと飛び込んでいい言うて。あ、いいですよって言うて。で、その、真っ暗のとこ、ボーン飛び込まはったんですよ。ほんで、ウェットスーツ着てるから、多分そんな潜らへん思ったんですよね。沈んでいかへん思ったんですよね。でも、パーンって行ったら、ブク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 って、兄さんがブクブクブク沈んでいかはったんですよ。あれと思って、僕も怖なって、ほんなら上がってくる兄さんの手がもう焦ってるんですよ。って。ほんで、うわっと思って、これ俺なんて言ったらええんやろって、やっぱり緊張しますよね、後輩は。で、ザブーン上がってきはったんですよ。ほんで、兄さんもその動揺をちょっと隠そうと思ったんですよね。言わはったのが、まあまあしよっからいな。兄さん思ってどうやった動揺してやるの思って、で僕もなんかこうやって、ああなかなかしょうがないですねって言うたってそうやねんな。俺スキューバの時もソーセージ握りつぶしてたからゲサのえらい魚寄ってくんなからこうやって握りつぶしてたからほ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 らこれは大輔行くか。はい、去年のお正月の話なんですけど、まあおせち食べてて、まあ1月3日ぐらいで、まあ、飽きてきたんで、じゃあすき焼きしようか言うて、でまあおせちのあまりこっち置いて、まあこう長方形のところで、ほんでこっちにこうすき焼きやってたんですね。でまあ家族全員でこう囲んで、でやってたんですよ。でなんか食べてたら中盤ぐらいですね、ご飯の中盤ぐらいにお父さんが一番この長方形のここに座ってたんですよ。でこっちですき焼きやってたからすき焼きとろうって立ち上がって、でこう糸コン掴んだんですよ。糸コン、はい。で糸コンバーって持ち上げたら、糸コン切ってないやつで、すげえ長いやつやったんですよ。ほんで、いや糸コンめっちゃ長いやん言うたら、うちの息子がゲタゲタ笑うて、なんかそんなんで笑うじゃないですか。笑うじゃん。で笑ってて、ほんならあーって言ってて、お父さんこう持ち上げた瞬間ぐらいに親父咳出たんですよ。でってなって、ほんならこの糸コンがその、でち
ちょっと回り出したんですよ、こう。ほう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 。ああ、なんかわかる。はい、いいとこ。振り子、振り子みたいなんで。ほんで、こう、回り出して、って言う。ほんで、だいぶもう、席止まらなかったんで。糸コンがね。糸コンが、ぶわー回り出した。回り出したわ。で、息子笑ってたんやけど、その、すき焼きの熱々がかかって、熱っとか言うて。お母さんも、いや、もう、あんた飛ぶやんか、知る言うて。で、結構、わー、大惨事みたいなんて。そやお父さん、席止まらなかったんですよ。で、言ってたら、またもう、ぶわー回ってるから、ほら、お母さんが、漫才糸コン話しいな言うて。糸コンずっと回ってるから、でも、言うて。ほんで、お父さん、糸コン話したら、ちょっとこう、なんでしょうね、タイミングで、お母さんのあの卵の器のとこにベトンって行ったんですよ。糸コンがこう行ってるんですよ。で、お母さんが、いらんって言うたんですよ。っていう話。いや、今のはそれいまいちでしょ、分かってるんです。いや、面白い、面白い、面白い、めっちゃ好きです。面白かったですか。すいません、すいません。普通それをこうレックせえへんもん。そこレックする、すぐ上書きするよ。ダメ出しじゃない。そこをレックするところがすごい意味が深いですね。すいません。はい、いきます。さあ、やっぱこう来ますか。これはどうしようかな。ちょっと僕が決めていいですか。はい、大輔で行こうかな。はい、出てますよ。この顔なんだよ。いや、嬉しいなと思いまして。息子が、2歳半ぐらいですから、今から、まあ5、6年前の話なんですけど、僕の家族、嫁と子供とで、うち の, あの実の親父とで4人でどっかこう旅行行こうって決まって、でどこ行こう言って、山口県行こう言って、行ったことないとこ、うん、で行ったんですよ。で旅館着いて、この辺なんか面白いもんないですかって言ったら、あの近所の駅にあの SL の山口号っていうのがあって、それがちょうどあと1時間後に来ますよ、それ見てきたらどうですかってなって、あーいいなーって言って、で行こうかー言って、で子供もそんなで電車好きでしたから、で行こう言ってみんなで行ったんですよ。で待ってて、ほんでなんか写真撮ろうかとかいろいろやってたら、なんか時間になって、で来ますよっていう、ほんなら僕がその息子をこうおんぶして、ほんでその SL 待ってたんですよ。ほんなら向こうからシュッシュッシュッポーとか聞こえてくるんですよ。シュッ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 で煙も見えてきて、で駅に僕ら入れたんですけど、ホームで、ほな向こうからシュッ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 って来て、うわ来たで来たで言って写真バーッと撮ったりしてて、でだいぶ近づいてきて、でその時にうわすごい迫力やなー言うて、うわ来たで言うてたんですよ、うん、ほならその車掌さんですか、その運転手さんがフワーンってやらはったんですよ。俺それがもう思ってるよりもでっかい音でフワーン言うたんですよ。ほんで僕もうわびっくりするー言うぐらいの、ほなその音聞いて、息子は初めてその大音量聞いたわけですよ。ああ、うん、でもパニックになって僕の背中をグーッ噛んだんですよ。パーってうわーうわーなって僕ガガガガガって言って、何やってんねんお前言って、いやいや怖いんや怖いんやみたいな。ほなまだシュッ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 ってきて、ほんで次またパーッやらはって、ええと思ったらもう背中噛まれて、ほんでバーッなって、で痛いから肉こうなってるから、そう外そうと思って、こっちに皮あってこっち噛まれてましたから、外そうってこうやってたんですよ、ね、ほんで外れてああと思ったら、その手上げてて、そんなにお客さんもいいんかったから、その運転手さんが見て、なんか手上げてるやつおるみたいな感じかなんかわからないですけど、サービスでまたフォーッやりよったんですよ。ほらまたガーンと噛まれて、次はもうここで噛まれてるから、次こう伸ばすしかなかったから、歯を外す、めっちゃくちゃ痛いですよ。伸びた状態で噛まれてるから、伸びた状態で噛まれてるから、またこう伸ばして、ほらファーって見て、もう俺これ何回も、ほんなら向こうからファーファーやるから、もうその回数全部噛み寄るんですよ。でもバーッなってたら、テンション高いやつが一人おるから、向こうの人もなんかテンション上がってやってくれはるんですよ。で近づいてきて、ほんで宮川大輔みたいになって言われた。ほんでもうファーファーファーやられて、もう僕がハハハハ。ほんで最後もうどうしようもなく、もうこの息子を噛んだ状態で一回こう振ったんですよ、こっちにパッて。で息子が噛んでカーなってこうなって、それをキャッチしたっていう。最高ですよ。
危ないな。危ないですよ。いう話。まあいう話で、ね、ありがとうございます。いやいやいや。なんで途中で眼鏡上げたりとか。気になったね。気になりましたね。いやいや。はい、大輔。はい。あのこれ本当一週間ぐらい前の話なんですけど、はい、僕最近まであの映画の撮影で佐渡島に行ってたんですね。で一週間あって、うん、あの。中日あの撮休やったんですよ僕一人だけ、うん、ほんで、まあ、お昼頃起きて、うん、で佐渡島って初めてやったんで、うん、ええとこやなと思って缶ビール持って、うんまあ、ちょっとタバコ吸いにちょっとあの海岸のとこ行ってタバコ吸ってたんですよ、うんうんうん、で海がこうザーって言っててあ綺麗なとこやなってぼーっとしてたら、うん、向こうの方から80歳超えてるようなおばちゃんと、うんうんおじいちゃんかおばあちゃんかわからないですけどそういう老犬ですよね、うん、そういうのちょっと中型犬みたいなのと向こうの方からこうなんか散歩したはったんですよ、うんうん、でああええ光景やなと思って見てたんですよ、うんうん、でその犬がおばあちゃんの速さに合わせてるみたいな、うんうん、なんかすごいいい感じやなと思って、うん、ああなんかええなー思いながらタバコ吸うてビール飲んでて、うん、でまあ海見てたら、うん、向こうから歩いてきてたんですけどそのね散歩、うん、ならへえみたいな声が聞こえてて何やろうなと思ったらその犬がちょっと「へえへえ」っていう変な咳してるんですよであ変な咳しとんなあの犬大丈夫かな思いながらタバコ吸いながらまた海見てたんですよほなまたおばあちゃんの草履もザッてちょっと耳に入ってくるようになってほなまた「へえへえ」って犬言うてるんですよ調子悪いなあの犬思ってでずっと変が気になってだんだん海よりその犬気になってきたんですよほんならその変ってやってる時はおばあちゃん止まってるんですよでまたその変が落ち着いたらまたずーっとおばあちゃんもこう行くんですよ、うん、ほんでだいぶ近づいてきたんですよ、うん、ほんでその犬見てたらもう毛並みも変で、うん、ほんでもう目やにもドローンって出てて、うん、あこいつ調子悪いなと思ってて、うん、ほんでずっと変へんって言うてて、うん、だいぶ近づいた時に、うん、へんカッってなって、うん、なんかバーン出たんですよ、うん、で見たら、うん、なんか、うん、ちくわが、うん、なんかボロボロの切れかけてるようなんやけど一本のちくわがブラッって出たんですよちくわ出た思ったんですよあ、ちくわ出たと思ってそれが喉に詰まってたんかなほんならバーって出て、うん、ほらその犬がちくわやのにゲボやのに急にやりだすんですよほんでゲでもなんかあのうんこしたあとすんのこいつをシャーシャーってやりだしてでもシャーシャーやってるのおばあちゃんこのままなんですよほんで、うん、その犬がバーッ蹴り終えて落ち着いたら、うん、ほんでまたははもう歩き始めはったんですよ、うんうんうん、ほんでその辺やったから、うん、いや何やろうなと思って、うん、ほんで犬通って喋りかけようかなと思ったんですけど、うん、ちょっとおばちゃんももうなんかボーッとしてはったんでそのまま行きはったんですよ、うん、で行ったなと思って、うん、何やったんやろうと思ってちくわ入っとるしなと思ったら向こうの方で、うん、へんって聞こえたんですよほんであちくわやなかったやの席そういう話ですあなかったちくわやなかったちくわやなかった話ちくわやなかった話ちくわてっきりちくわや思ってましたちくわや思てましたもん全員ちくわやと思ってたちくわやなかった話ちくわやなかった話元からすごいな奇跡のちくわやじゃあ行けまーすはい、星来ましたこれはどうですか、うん、まだ行ってない人行きますか、うん、あ、大輔行っときますか、うん、じゃあ僕行かせていただきます、はい、二松さんの話して大丈夫ですか今うん、まあ大丈夫かな三股又蔵三股又蔵さんの話なんで、はい、で、3年前にあの俺大井龍馬をやろうと思ってると舞台で、はい、でそれで中岡慎太郎ちょっとやってくれへんか大輔って言われてて、
でいろいろこう熱いこと言われて僕口説かれてじゃあやりますっていうことになってたんですよ。ほんでまあな何ヶ月かして、ようやく決まったと、で最後の打ち合わせしようと、で飲みながらしよう言って、で下北のいいママがいるとこいるからそこ行ってちょ打ち合わせしよう言ってほんで行っていろいろこう打ち合わせしてたら、うん、初めに言うてたことと全然違うんですよ、うん、ほんでなんか腹立ってきて腹立っていやもう初めに言うてることと全然ちゃいますやんと、うんうん、全然熱ないやんおっさん言って、うん、ほなと僕やりませんって言うたら言うだったんやお前何を言ってるんだ今更とお前はもう中岡慎太郎なんだぞといやそう言われても知らんない最後の打ち合わせやしまだいけますよねっていうそんな感じだったら絶対やりたないっていうから、うん、いや何言ってんだお前誰に言ってるんだお前なあおみたいになってほんでも何も難しいなと思っていやすいませんとただいや言う通りにやったあったら僕も絶対やりますと力貸しますと、うん、そやけど全然違うとなんかもっすぐもっさいなんかちま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 してるやんっていう、うん、ほんならもういいお前表出ろおおでうわ何これ思って早く来いって言って出ていかはったわけですよで僕もしゃあないなと思って、うん、まあ出たんですよほんなら、うんお前は誰に言ってるんだ言うてバチーン来たんですよで言ったと思っきくよなおいぞいやすいませんといやただ僕何発どつかれてももう絶対やらないですからって言うたら、うん、お前、うん、本当に言ってるのかお前お前はああみたいなまた来たんですよ言ったと思って2発来よったことって思わがまやと先輩やしああすいませんああでやるのかって言われていやなんで2発叩かれてやるんだよ始まってるやんねほんで僕はやりませんって言うたらもううんぐらいでラーって言ってまた来てで3発来られた時にもう我慢できんようになって、僕も三松さんバーンどついてもうたんですよほんなら三松さんあたー言うてバーン倒れて下北でほんでなんかちょっと泣き出したんですよでうわ何これ気持ち悪いと思ったらバッと起き上がってきてこれを待ってたんだよ中岡って言ったんですよ気持ち悪いなほんま気持ち悪いねごめんなさいもう僕違いますからやりませんから探してください他でいやーいいの入った中岡でなんかものすごいなんか気持ちようなってるんですよもうほんでもう僕気持ち悪くて怖くなってきてないやもう僕帰りますと、うん、で僕絶対やらないですからって言ったらちょっと待って、うん、なあやるだろう中岡って言って、うん、いいの持ってんじゃないかみたいないいの持ってんじゃないかでいや僕もう嫌がやからタクシーで帰りますって言ったら、じゃあ俺が送って行ってやると。いやもう送ってくれんでいいです。僕一人で帰りますから。うん、いやじゃあお前の家の前で降ろして、うん、俺はまた自分のところに帰るから、うん、それだけやらしてくれっていう、うん。いやそれももう気持ち悪いね。なんでそんな嫌がってんのにグイグイ来んのみたいな。いやいいから乗れっつって。いやいいから乗れっつって。で僕奥に入れられて乗ったんですよ。でまあどこどこまでってその時住んでた僕の家言うてでタクシーで行ってたんですよ。ほんならいやちょっとなまあこういうことになったけどソープおごってやるよいらないですちょっと待っとく行くからちょっと待っとくっつって電話してあもしもしいつもお世話になってます三又ですけれども今からちょっと2人ダメあダメですか分かりましたまたお願いしますはいはいはいって言って大輔まあソープ無理だったいやソープ行きたいしいいですって、うん、ほんで僕の家がちょうどファミレスの裏やったんですよほんでファミレスのとこパッて着いたら、ええ、じゃあスープおごってやるって言ったらスープいらんスープいらんもんいやスープ飲もうでいりませんスープもいりませんで僕も帰ったっていう、まあ、そういう話ですあるんやなそういうところはねあ大輔
これは、20年以上前の話なんですけど、この後ビヨンマジシャン宮川大輔、今の話が大輔さんトータルでちょうど100回目の人志松本の滑らない話10周年おめでとうございます。10周年おめでとうございます。これは、20年以上前の話なんですけど、僕らあの天然素材ってやってて、僕らで番組やってたんですよ。でその時になんかずっとあのスタジオとかじゃなくてロケやったんですね。でロケでなんか内容忘れましたけど、あの猿山の中にあのルパン三世らが行くみたいなコントやったんですよ。でルパン三世がまあヘビイチゴの高橋っていうやつがルパン三世になってて、で僕が多分五右衛門やったんですよ、うん、で、次元が、フジモンやったんですよ、うん、であとちょっと忘れたんですけど、うん、でそこでこう猿山の中に入って、うん、なんかコントするんですよ、うん、で後ろの猿とかとなんかこうバーっていうのが面白いんちゃうかみたいな、うん、多分あれやったと思うんですけど、うん、ほんで猿山行ったらやっぱりもう自分らの縄張りがありますから、うん、フィーッなっとるんですよ。もうブワーなってるやばいな言うて、でもまあ取ろう言うてで取り出したんですよ。で取り出して忘れましたけど、一発目に噛まれたんがあの赤のジャケットのヘビイチゴの高橋が噛まれた。まあこんなんもやってますから噛まれた。その猿にガー噛まれたんですよ。いたたたたたたー言うて、噛まれた噛まれた中止やん言うて、ほんならその飼育員みたいな人が一人入ってて、やめろ京子言うて、京子ちゃんって言うから、おいミスやったんですよ、猿の京子ちゃん、京子やめろ言うたら、うん、なんかその京子は怒られると向かってきるんですよこっちに、ほんでなんかファッカみたいなファッカ言うて、なんか何回もやって、ほんでバーン行きよるんですよ。ほんならその猿山に一緒に鹿も飼ったんですよ。鹿、ほんなら京子って怒られたら、その鹿のとこにバーン走っていって、うん、鹿のお尻の毛を見て取り寄るんですよ。鹿のところにブワー行って見て取り寄るんですよ。で取れるんや、おいで鹿も見て取られるんですよ。で取られたら、うん、なんかゾワってして終わるんですよ鹿。もっと明確な表現ないんだ。ゾワってしては無理もせん、曖昧な表現やな。もうほんで見えとってからまたブワー行って、なんか向こうのジャングルジムみたいなところにシャンシャンシャンってやって、また僕らの前にパーッ来てパーッて言うんですよ。怖いな、恐怖、怖い怖い怖い。ほんでまあまあ落ち着こう言うて、で静かにしよう言うて、一回静かにしてちょっと収まってきて、よし取ろうか言うて、で取り出したんですよ。ほんで次は音声さんかなんかが痛いってなって、まだ京子にやられたんですよ。ほんでその飼育員がやめなさい京子言うたら、また京子うわー近んとこ走っていって見れってやるんですよ。ほんでまたほんでまたシャンシャンシャン言うて、また僕らの前でファーッ言うんですよ。もう何やねんこいつみたいなって、何やねんやな。よう見たら鹿はもう毎度毎度、もう知られてんのかなんか知らんけど、もう毛がハゲてて、ちょっと血とか出てたんですよ。ほんでこれやばいな言ってて、かわいそうやなって言って、ほなもうなんか騒然となってきて猿やらが、でどうしようかって言ってたら、またなんかうわーってまたその鹿のとこ行ってミリミリやるようですよ。ほなほんとにでそれかよ。ほんでフジモンがやめろ京子言うて、かわいそうやないかって言うたら、また向こうからシャンシャンシャンってやって、フジモンのとこに来て、で次元やからヒゲつけてるじゃないですか、そのヒゲを見れやったら思ったんですかね、顔にブワッうわーって言って、でヒゲやったらつけヒゲやったんでスポー取れたんですよ。簡単にね、これがスポー取れたんですよ。ほんなら京子はもうやっぱ見れがやっぱりなんかストレス発散なんかなんかわかんないですけど、全然手応えなかったから、もうなんかおかしなって、なんかこんなになってたんですよ。そういう話。なんかそんな気はしたけど。これタイトル何なんですか、うまい話は。ゾワゾワです。ゾワミリなミリミリミリ阻止でゾワ。今の話が大輔さんトータルでちょうど100回目の。すごいね。
初めて聞きましたよ、この話は。よかったよかった。もうゾワッよっしゃ。おっ、大助。はい、ちょっとお待ちください。あ、どうした。ちょっとどうでしょうか。あ、ちょっと暗殺あるじゃないですか。待ってくださいよ。めちゃくちゃ書いてあります。めちゃくちゃ書いてるじゃないですか。決まりました、これですね。僕中学校の時に、うん、ずっとボーイスカートやってたんですけど、うん、中学生に上がったらなんかカブスカート の、 リーダーをやるわけなんですよ、うん、ほんでカブスカートというのは小学校を超えてないんで、絶対キャンプ場でテントで寝ることはダメなんですね、うん、だから絶対旅館とか泊まらないとダメなんですよ、うん、ほんでハイキングとかして、でまあその旅館に泊まってたわけですよ、うん、で夜9時半ぐらいになって見回り行ってこい、宮が言われて、うん、で見回りに行ったんですよ、うん、ほんでこうみんな真っ暗の中こう懐中電灯持ってこう行ったら、なんか一人シク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 泣いとるんですよ、うん、ほんでもうホームシックかと、うん、1日目の夜にホームシックかと、うん、これちょっと慰めたらなと思って近くにこうそーっと行ったんですよ、うん、ほんで泣いとった竹内君っていうやつなんですよ、うん、ね、で竹内君がもうってなってたから、うん、竹内君、竹内君どうした、大丈夫、なんで泣いてんの、ホームシック帰ったら、うん、どうした、うん、竹内君どうしたって言ったら、こう布団から手をゆっくり出しとったら、うん、親指にクワガタのメスがパッチーン刺さってる。パッチーングーなって、もう竹内君のここシロシロなってるんですよ。で、って言って、どうしたん竹内君って言ったら、昼間のハイキングの時に見つけてポケットに入れといて、それを思い出して今どうなってるかなんてやったら、ここにこうなって、喋ってる時にまたメスグーッやりよったんです。その瞬間にも、その瞬間にもグーッやりよったんですよ。で大丈夫かえたら、いやこれさっき捕まえて、何で出てきたんかわいそうに、かわいそうに、かわいそうにした、ほんまにめちゃくちゃかわいそう。シクシク大これはね、最痛いですからね、メスは。いやー、滑らないですね、ダメですね。おい、我こそはっていう、宮川さん、先ほど松本さんも言われた三松さんの話なんですけど、はい、前にも言うたんですけど、大井龍馬というのを一緒にやろうということになりまして、で僕嫌やったんですよ、初め、うん、そやのに、いや僕本気でやるから言って、自分の劇団を立ち上げたいから言って、うん、で大輔力貸してくれって言って、で俺が龍馬をやるから、お前中岡慎太郎でやってくれっていう、うん、なんかそんなんがあって、ほんで分かりましたって引き受けたんですよ、うん、ほんでじゃあ大輔京都一緒に行こうと、俺はお金全部出すから、うん、で京都行って、その龍馬と中岡が回ったとこを回っていって、ちょっと気持ちを高めようと、うん、そういうことで行ったんですよ、うん、で行きしの新幹線で大輔って言って、これ俺ちょっと買ってきたんだと、でそれがペンダントやったんですよ、でちょっとした鎖のこの辺に龍って書いてあるペンダントを買って、でこれいいだろうっつって、全然用ないんですよ、そんなに良くない、あでもまあまあ思いあるんですね、これで俺頑張るからっつって、頼むな、真剣にやろうな、分かりましたって、で京都着いて、でまずどこ行きますって言ったら、まずお墓に行こうと、坂本龍馬と中岡慎太郎一緒に眠ってはるから、そこ行こう言って、じゃあ分かりましたって行ったんですよ、で行って、ほなこうお墓にそのネックレスを取ってこう置いて、龍馬さん今度大輔の舞台やりますみたいな、力貸してくださいみたいなやってるんですよ、でそれつけて、ここに龍馬さんがいると、うん、じゃあいろんなとこ回ろうかっていう、でじゃあなんか遭難の地みたいなのがありますから、そこ行きましょうかって、僕もあんまり知らんかったんで、こう本持ちながら行きましょうと、で行って、で行って僕が説明してて、その近くになったら三松さんいいんですよ、であれ三松さんどこ行ったんかなと思ったら、おい大輔って、こんなとこ風俗あるぞはいや風俗ってまだ2時ですよいやこんなとこにあるのか今日いやいやちょっと三松さん、うん、いやもう嫌や、初めからこんなのあるの嫌や、うん、頼むわ本気でやりましょうよ、うん、言ってここも、うん、あすまんすまんすまん言って、でじゃあ行きましょう、もう風俗いいですよ言って、でこれ遭難の地らしいですよ
ほな、ちょっと写真撮ろうよ。で、写真なんか分かんないですけど、撮って。で、龍いうのも見せて。で、撮って。で、次のなんかまた、ここに隠れてたスヤみたいなのがあるらしいですよ。じゃあそこ行こうよ。言って。で、行ってて、またいい日なんですよ。ほんで、何やろうと思ったら、ここにもあるのか、風俗。いや、もう腹立ってきた。いや、真面目にやるって言ってたやん。ほんで、いや、ちょっと美馬さん、ほんまひどいですよって言って、真剣にやる言うたから、僕、お芝居をね、やろう思って、ほんで、そう、もうなんか、もう全然嫌や、言うて、なんか本気さが伝わってこうへんって言ったら、龍馬もセックスぐらいするだろうが、って言うて、逆ギレやん、いや、セックスするよって言って、龍馬もセックスするよでも、龍馬ももっと夜やと思う早いやん、こんなん。ずっとやん、京都着いてからずっと村上してるやん。もうやめてそんなことって、なんだお前って言ってバーンどつかれたんですよ。バーンどつかれて、なんでどつかれなあかんねん、俺正しいですよって言って、いやお前言ってることなんか違うって言って、またバーンどつかれて、またバーンどつかれたから、俺何が龍馬や言うて、俺そのネックレスバッチーちぎってバーンやってあったんですよ。何やってるんだお前俺の龍馬のベッドを言うて走っていって、急にガー泣き出して鼻が垂れて、やめろこれはお前、俺を叩くのはいい、龍馬のこれは切るなって言われて、ね、でまあ僕もやっぱ先輩のね大事にしてたねやつを切ってもらったらすいませんって言って、でまあそれでまあ終わって、あ、舞台始まったんですよ。でもなんずっとつけてるんですよ、それも直して、うん、でも、 もう毎日ね舞台で何かやらかすんですよ、なんかあの絶対にこうお客さんが冷めるようなそんな言葉って言うとあかんでしょ、なんかそんな時代劇やのにテレビのなんか挟んでみたりとか、いやちょっとそこを笑かすために何かやったりとか、時代がむちゃくちゃなって、ほんであの演出家に怒られるじゃないですか、美馬ちゃん何やってんだよって言って、なんだよあれしょうもないって言って、ほんならもうなんかパッパコンなるんですよ、なんかもうパコンすねるんですよ。ほんで打ち上げ行ってもひと言も喋らんと、なんかパコーンなってるから、いやもういつまでパコーンなってんのもうそれは怒られるやんかって、なんでお前言われなくちゃいけない、お前表出ろみたいな、表出たろやったらまたバーンと疲れて、で俺もまた何が龍馬じゃん、俺もこうきちぎってシャーってやって、やめろお前これでもう何回もそれがあったんですよ。からもその龍馬いうネックレス専用になったんですよ、多分ちぎられるから。ほんでまあ無事に舞台終わって、じゃあ最後にこの格好であの舞台の上にバッと並んでみんなで写真撮ろうって言って、で皆さん真ん中でいろいろありましたけどありがとうございました、お疲れ様でした、写真撮りましょうって言って、お撮ろうっつって、あちょっと待ってっつって、あの龍馬のあのネックレスちょっと撮ってくれって言って楽屋行ってつけて帰ってきたんですよ。初めここぐらいまであったんが、もう今超かぐらいまでこんななって、リュウっていうやつから喉仏で喋るたんびにこうペコペコペコってやってて、もう切るなよ次はねえぞっていう、この前なんですけど、うん、まあ、子供をさっきキムにも言わはったんですけど生まれたんですよ、でそれがあの帝王切開で出産したんですね、で、まあ、入院してたんですけど、そこにこう遊びに行って、まあ、面会ですよね、行って大丈夫か言うて、うん、で普通に喋っててちょっとでもこう面白いこととか笑ったりしたらその傷口が痛いから、痛い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 、ちょっとやめて大ちゃんやめて、痛い痛い痛いってなってたんですよ、で、あ、これはちょっとこうもう普通にしとかなかわいそうやなと、ちょっとしても痛いねなと思って、ほんで僕らまあシーンと、まあ、ずっとまあ普通の会話、何気ない会話ぐらいしていてたんですよ、ほんならあの京都からあのうちの親父が来る言うて、でお父さんが来たんですよ、ほんでまあこう大丈夫か元気かありがとうな産んでくれて言ってるんですけど、まあこう急に痛い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 って言ったんですよ、ほんでちょっとお父さんが散髪してるやん、痛い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 って言うんですよお父さん散髪してきてたんですよそれが
ツボにハマったみたいな。しないやんそれは。散髪してて痛い。ちょっとお父さんほんまちょっと分かって、ちょっともう痛い痛い。お父さん、お父さん散髪してて痛い痛い。え、そんなおかしいけ。ちょっとほんまもうちょい痛い痛いってなって、俺もうあかんわ言って、お父さんちょっと喋りたいこともあるかもしれんけど、ちょっと下でお茶でも飲んでって、ほんで下行ってたんですよ。ほんでかわいそうやな思いながら、まあこの横にいてて、大丈夫落ち着いたって言ったら、うん、落ち着いたって言って、もう大丈夫お父さん呼んでもって、なんか喋りたいことある言ってるし、そうやね、うん、なんかごめんな言って笑って、って大丈夫呼ぶで言って、で下にお父さんに電話し、あお父さん、まこもう大丈夫や言ってるし来て、落ち着いた、分かった言って、ほんでまた入ってきて、まこ大丈夫かって言ったら瞬間に、いでてて。もう今日無理やな今日どうぞ無理やなちょっと1週間ぐらいしたら来るわ、まあ、お父さんその日はもうそのまま帰ったそういう話何がつもりはまったか分かんないそれはそうかまあまあ1週間経ったらまだね髪も馴染むしなんですけどねはいすごいねえ、宮川さん、ホッシャンとコンビ組んでた時のあのツッパチャップス時代の話なんですけど、もともとコンビ組んでましたからね、はい、でその時にまああの若い女の子とかにこうキャーって言われてたんですよ。結構人気はすごかった、はい、でもなんかそれがちょっとなんかホッシャンとこう悩んでて、やっぱり男からおもろいなって言われなあかんのちゃう言うて、で何しよう言うて、なんかイベントがあったんですけど、そのイベントで何しようほっしゃん言うて、で自分らの好きなことをやらへん言うて、でそれをビデオで流そういうことになって、ほんであのどっちが T シャツ行さん食べれるか対決しようか言うて、どっちが T シャツを行さん食べれるか対決しようか言うて、食べれる食べれるかです、食べれないですよ T シャツなんて切らずに長いまんま、いや長いままじゃ切ってもいいし、もうそのままもう飲み込んでもいいしやってみよう、で制限時間だけ決めとこう言うて、ほんで5分に決めてやったんですよ。で用意ドンで こうこっちのカメラとこっちのカメラ分けてやって、で部屋もバラバラで、で僕こうきちょびっと切って、ちょっとあの調味料とか置いてあるんですよ、何調味料は何使ってもいいんですよ。ほんで僕醤油選んで醤油こう染み込ませてこうやったら、一瞬は美味しいんですけど食べられないんですよやっぱり、そう言うてこれ無理やな思って、最後まあ5分の最後よ4分55ぐらいでちょっとだけもう飲み込んだんですよ、でよっしゃみたいな、で終わって結果発表言うて、ほんでホッシャン持ってきた T シャツもう片んとこしかないんですよそんな食べた、ホッシャンも全部ベロッとしてたホッシャンすごいな今主食やんか、そう俺ゲラゲラ笑ったんですけど食べたすごいな、イベントで全然ウケなかった全然ウケなんで肩の部分食べられへん、肩の部分だけしか残ってないねえ、牛なら肩のとこで結構うまいから T シャツもここちゃうんすか、ロゴがあったんです、ロゴがすごいなぁ、すごいね、うん、これ僕のお姉ちゃんの話なんですけど、うん、まあ僕ちょっと見てもらったら分かるように、ちょっとこう しゃくれ気味じゃないですか、はい、お姉ちゃんの方がもうちょっとしゃくれてるんですね、うん、でお姉ちゃん小学校6年の時にこれは嫌やと、うん、あ女の子はね、はい、で強制したい言うたんですけど、まあ、高いからどうしようかってなったら、アメリカ製の、うん、ここに強力なゴムが入ってる、うん、こんななんかちょっと帽子みたいなのがあるんですよでそれで寝てる時にこう顎って出ていくんですって、だから寝てる時にグッと押さえたら治っていくんですよ、はい、ほんで寝る時にその帽子かぶって、うん、その強力のバンドの、うん、あれをここにこうやって、うん、こうやって寝るわけですよ、うんうんうん、ね、ほんでお姉ちゃん寝てるじゃないですか、夜になったらそれかぶりよるんですよほんで、うん、お姉ちゃん寝てて、お姉ちゃんが熟睡したら、うん強力な俺ちゃん開いてるよ言ったらまたこうでしばらく1時間したらまたこうこれほんまに治んのかな思ってそれ治らないやろそれ
んねん。でもバリバリ16個な気抜いたらあかんねん。気抜いたらあかんねん。気抜いたらどうなの。気抜いたらじゃあお姉ちゃん未だにあれなんや。はい、まあしゃくれてますね。最近胃がんできましたね。もうこんなのってますおかえり大輔いやー、面白いね。滑れんな。滑らないですね。すごい滑らんな。はい、こんな滑らんもんかね。ほんまですね。ほんまね。あ、大輔、はい、あの他局なんですけど、僕はあのいろんな世界のお祭りでやってるね、どんだけ盛り上がってるか調べに行くようなレポーターやってるんですけど、そんなのこうやってできん、すべらんなすべらんなすべらんな。あの他局なんですけど、僕はあのいろんな世界のお祭りでやってるね、どんだけ盛り上がってるか調べに行くようなレポーターやってるんですけど、あのメキシコに行った時に、35メーターのこんな鉄柱があって、で上にこう四角い輪があって、でそれに自力で登っていきまして、でそれをこう裏からこう駒みたいにこうロープを巻いていって、でこうそこから降りて4人で一気に逆さ向いて、こう遠心力でこう駒を回っていくというね、そのロケに行ったんですよ。ほんで実際にその35メーターからやらはるプロの人を見て、ものすごく怖くて、こんなもん絶対できひんでと思って、ほんでスタッフに言うたら、あのスタッフが、いや分かってますと、あのちゃんとそういう専門学校みたいなのがあるから、そこであの低いところから練習しましょう言って、ほんでその降りてきはったその人に、じゃあそこ連れて行ってくださいって言ったら、僕の親友やと。で昔はもうこれのすごいあれやってんけど、今ちょっと事情があってできひんやけど、まあそこ連れて行ったるから行こう言うて、今そこの校長先生やってるわ言うて、でそこ行きましょう言うて、さあそこで練習しましょう言うて行ったら、校長先生が車椅子でバーン来たんですよ。こうやってあれ、いやもう、うわ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 、落ちてもうてるやん。そうですね、昔やってて、ね、今は絶対落ちてもうてますね。ほんでも言えなかったんですよ。落ちてるやん。なんでここやねん思って。でも言えなくて、ほんならなんか、これで大丈夫ですかって言ったら、まあ僕を信用しろと、大丈夫や言って、あそこから言って絶対落ちないよ、君は大丈夫だよみたいな言うんですけど、もう説得力がなくて、でスタッフの人にすいません言って、あの嘘つきついてたんですけど、あの方落ちられてますよね。あ、言うたんや。言うたんなら、そうなんです。そんなもん怖くてできんわ言うて、違う専門学校に行って、まあ教えてもらって無事成功は。怖いです、怖いです。いや、すいません、本当です。行きます。あ、僕ですか。大輔です。僕中学校1年の時なんですけど、あれもう無性にも胸が触れたってしょうがなかったんですよ。まあありますよね、時期ですね。ほんまにもう胸触りたいと、で考えた時に、お姉ちゃんが、2つ上のお姉ちゃんがいるんですよ。でこれお姉ちゃんのもう胸触ったろと。これはすごい、もう触りたいねん。いやー、滑れへんな。緊急告知、人志松本の滑らない話 DVD 第1弾好評につき第2弾発売決定。詳しくはこちらの番組ホームページアドレスへアクセス。僕中学校1年の時なんですけど、あれもう無性にも胸が触れたってしょうがなかったんですよ。まあありますよね、時期ですね。ほんまにもう胸触りたいと、で考えた時に、お姉ちゃんが、二つ上のお姉ちゃんがいるんですよ。で、これお姉ちゃんのもう胸触ったろと。どうしてもいいから、中一の時やからね。やっぱそうですもんね。で、触ったろと。でも、
これ普通にお姉ちゃん胸触らせてくれ言うのもやっぱりちゃうと、うん、ほなこれもう寝てるところを触るしかないと、うん、ねほんで、うん、お姉ちゃんがまあ風呂入ったわけですよ、うん、で、ね、うん、でここやと今日やと、うん、その時お父さんとお母さんがおらへんかったんですよ、うん、おばあちゃんと3人だけやったんですよ、うん、でおばあちゃんも部屋に入ってたんで、うん、ここやと、うん、ほんで、うん、どうしようと考えて、うん、お姉ちゃんの部屋のベッドの下に潜り込んで待っとこうと、うん、ほんで、お姉ちゃんが風呂から上がりよった音が聞こえたんですよ、うんうん、ほんで、うん、今やと、うん、いうことでお姉ちゃんの部屋行ってもうこういうベッドの下にスポッと入って、うん、ずっと息を殺して待ってるわけですよ、うん、なら、うん、お姉ちゃんが階段上がってきて、この僕の上でなんかパジャマとか着替えとるわけですよ、うん、で、その時はもう俺もし、もう正体消してるわけなんですよ、うん、もう息ももうゆっくりしてね、うん、バレんように、うん、ほんで、うん、お姉ちゃんがまあ言うたら、まあ、パジャマ着ても寝るまでにちょっと時間あるじゃないですか、本読んだり、はい、その間ずっと下でもずっと待ってるわけですよ、辛いですね、寝静まるまで、はい、時間かかるまで息を殺して、すごいよね、はい、ほんで1時間ぐらい経った後ですよね、はい、ほんならカチャカチャカチャって言うて暗くなったわけですよ、はい、でよしここやと、でもまだ眠りが浅いと、浅い、はい、もうちょっと待とうと、そっからまた20分ぐらい待ったわけですよ、で今かなと思って、ほんでよし出ようと思ったけど、やっぱり落としたらお兄ちゃん起きたらえらいことになるじゃないですか、だからもうゆっくりですよ、ゆっくり30分ぐらいかけて出るわけですよ、すごいな、これはすごい、すごいな、俺を触りたいねん、一世一代やんか、ね、これすごいね、ほんでベッドから全身出たんですよ、そっからまたゆっくり5分ぐらいかけて立つわけですよ、こう、ほんでお姉ちゃん寝てるわけですよ、寝てるこう隠れながらこっちお姉ちゃんの頭ですよ、ほんでこの辺にこう息を潜めておるわけですよ、ほんでガッて触ったらこれまた起きると、これゆっくり行こうと、ここまでゆっくり行ったら、ここ大事、ここ大事、ここ大事、ほんでどうしようかなと思って、こういった時お、ね、こう息したお姉ちゃんこうなるじゃないですか、胸が2つね、こう、はい、まずは、あの逆らわんとこうと流れにね、こうなってる、なんかこうなったらお姉ちゃんがあってなったらもうえらいことやから、まずこの息に合わそうと思ってまずこういって、うん、流れにしようとしたわけですよ、気づいてるでしょ、起きないですよ、ほんで1本ぐらい続けてて、ここやと思って次はこの波に逆らったわけですよ、逆らいましたか、逆らうんですよ、ほんならブヤンってなって、うわ胸柔らかって、うわ胸柔らかと思ってたら、お姉ちゃん急にバー起きたんですよ、いや言うて、で僕ももうやばいと思って言い訳するのも慣れたんで、そのまま部屋に帰ったんですよ、帰った、で部屋帰ってやっばー思ってガーなってたんですよ、ほんでまあ大丈夫かな思いながらもバレんといてくれ、神さんお願い言って寝たんですよ、で次起きたらお母さん帰ってきてて、ほんでなんかご飯作ってあるから言って、ほんで パンバーン食べてたんですよ、でお母さんもこれ気づいてない、もう大丈夫かな思いながら食べてたら、お姉ちゃんが急にうわー言うて起きて、うわー降りてくるんですよ、階段2階から、でやばいと思ってもう行ってくられると思ったら、お姉ちゃんが大輔お母さん昨日お化け出たって言ってほんでもう僕持ってるパンブワーッ震え出してお化け出たんやおお怖いなー言ってパンバーン降りて日本早いバスで行きましたずっと震えてあ、今日ちょっと大好きでいいかもわからんよ、僕ですか、うん、これ僕が小学校6年ぐらいなんですけど、うん、夏に、うん、あのお父さんが、うん、あの花火大会あるから大輔見に行こうと、ほんで山の上で、うん、穴場があるから人全然いいひんとこやから、うん、そこ行ってみよう言ってお父さんと2人で車で出かけたわけですよ、うん、ほんで駐車場入れてそのままちょっとこう山の上まで10分ぐらい歩いて行って、ほんでその場所で花火まあ見てたんですもん、ほんでまあ人もいいひんガラガラもう真っ暗なとこですよ、で綺麗に見えて、で見終わった後にほんな帰ろうか言ってこう帰り道こう駐車場まで歩いてたんですよ、うん、ほんならお父さんが大輔あの競争小学校まで駐車場からこっから言うて、でええよ言うて、
大輔お前早なったんかよ、負けへんのちゃうよ、ほんな行くでよーいドーン言うて、そのちょっと坂道をずっとうわー走ってたんですよ、うん、お父さんの方がやっぱ早いじゃないですか、うん、お父さんだいぶ先行って、うん、で僕真っ暗やから怖怖って、うん、お父さん待って言うてガー走ってたんですよ、うん、でうわー走ってたらもうそのままこう駐車場ぐらいまで行って、うん、で真っ暗なんですけど自動販売機の光で、うん、あっこやと、うんうんうん、ほんで、あ、もうあかん、ゴールや、思て、ほな、お父さんが、よっしゃ、勝った言った瞬間に、シャーンって言うたんですよ。うん、シャーン言うて、うわーって言うてるんですよ。ほんで、バー近づいていったら、うん、その駐車場のとこに、うん、鎖が張ってあったんですよ。で、俺らに気づかんで、よっしゃー言うたら、シャーンって言うとるんですよ。うわー言うて。お父さん、大丈夫言うて。お前大好き言うて来る時なかったよなこの二人来る時なかったね、はい、あのスベランは、あのね、僕高校時代の話なんですけど、クラスにジュリーっていうあだ名の変なやつがいたんですよ。ほんまに変なやつなんですよ、うん、臭い臭いし、うん、いつもここ府警山盛りやしね、うん、ほんでそいつがある日4時間目ぐらいに遅れて学校来よったんですよ、うん、ほんでどうしたんって言ったら、うん、親知らず抜いてきてん、うんうん、で今麻酔効いてるから何しても痛ないのよ、おちょっと宮川殴ってみと、え殴っていいのジュリー、いや殴っても構わへんよ言うて、いやもっときつく、構わへんの、うん、言うて、ほな痛ないな、全然痛ないな、ちょっと次宮川ひねってみと、思いっきりひねれよ、全然痛ないから麻酔効いてるから、ほんでグワーやっても全然痛ない言うて、すごいなと、ほんなら次もうカンペンケースでどついてこいと、釣れ箱、カンペンケースでどついてこいと、いやカンペンケースはちょっと、これはいやカンペンで来いと、麻酔効いてるから、麻酔効いてる、ほんでカンペンでバイバイ言いながらなっても全然痛ない言って、すごいな麻酔って言うて、まあそれで終わったんですよ。で5時間目始まってこう授業を受けてたら、そのジュリーが、うん、痛い、麻酔が切れてきてめちゃくちゃ痛いって今までのまま学校帰るよ学校から帰るよって家にめっちゃ痛い、これは行き過ぎやわどついてるんですか、どついてるひねって勘弁やそら溜まってるあーあーあてないわあ、欲しい、はい、これじゃあ大輔、じゃあ僕行きます、はい、これ僕18歳の時の話なんですけど、うん、NSC 卒業してすぐやったんですよ、はい、で、まあ、天然素材っていうのを組んでて、その時にこう原西さんと仲良くなって、うん、で原西さんが実家に住んではったんですけど、うん、家泊まりに来いや大輔言うて、うん、で住んだはった団地まで行ったんですよ。で僕は山の上でずっと住んでたんで、その大阪の団地とか行ったことなかったんですよ。でうわこんなでっかい団地あんやみたいな。でエレベーターこっち乗って7階まで上がって、そっからこうビートに移ってまたこっから上に行くとか、何なんですかこれとか言ってこういろんなことをこう質問してたんですよ。で原西さんの家着いて、原西さんの家入ったらなんかうん、ちょっと思ってる家じゃなかったというか、ちょっとなんかこう貧しかったというか、いやちょっとそんな貧しいやんか、余計思ってるよりか、まあ立派やから、そう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 、うん、ほんで、あこんなとこ住んではんやみたいな、ほな俺の部屋こっちやでみたいな、うん、ほんならもうほんま暗いとこバッと入っていって、なんかと扉でもなかったんですね、ガシャガシャみたいな何やこの塔って何なんすかこの塔みたいな、え普通やろみたいな、ほんでまあ原西さんの部屋入って、な弟もやはって、でお父さんもいて、まあお母さんもやはってみたいな、で原西さんの部屋でいてたんですけど、まあ結構狭くて、あこんなとこに住んだはんやとか、でこんなとこに住んだはってこんな面白いんやとか、なんかねいろんなことをこう興味持ってたんですよ。でいろいろお話しして、でなんかジュース飲むとか言って、あジュース飲みますよ言ったら、なんか
コップももうなんか透明のグラスじゃなくてもう傷だらけの真っ白の白くなっちゃってるやつね。白くなっちゃってるやつ。街、はいはい、の中華屋の中華屋みたいなもんね。まあ、摩耗したやつや。あで氷もなんかあの鉄でこうカッて割るやつ覚えてます。あの金のこうやってやるやつ。あれやってうわ懐かしいっすねこれ。えうちずっとこれやでみたいな。ここでシャッてやって氷入れる。もう氷もなんか真っ白なんですよ。いや普通もうちょっと僕の家の、ね、氷やったらもうちょっとクリアな部分があんねんけど、カルキ多めなんかな。真っ白なんですよ。真っ白いですね。原石さんとこの家の氷言ってたら、えうちずっと氷白いで。何でいつもそれ返すの原石さん。向こうはもう全然向こうは当たり前のことですから何とも思ってない。ほんで結構こう喋っててなら大輔風呂入るかって言って、え一緒に入るんですか。もう一緒の方が早いやん言って、それも変わってはんなと思って、でお風呂入ったらまあちょっと狭いというか、でそこ入ってで僕湯船使って、でぬるっとしたお湯やったんですけど、いや人が来る時って後輩来たら入れ替え、おいぬるっとしたあれこれ2日目みたいな。何回か使ってる。いやいいんですよ原口さん、もうすいません。その時は思ったんですよ、これ2日目ちゃいますとか。え風呂なんか3日ぐらい買えへんやろ、うちそうやでみたいな。まあそういうのがあってごめんなさいね。ほんで風呂上がったんですよ。ほんでこう拭いてたら原西さん体拭き終わった後こあのタオル置いてあるとこがこっちにあるんですけど、出たとこにカゴが3段ぐらいのやつで一番上に白ぶりが4、50枚置いてあるんですよ。4、50枚ほんまに。ほんでそれを一枚ファッて取ってサッと入って、まあ白ぶりもびっくりしたんですよ。あんな面白いですよ白ぶり開いてんのって。俺4、50枚あるし、原西さん白ぶり4、50枚持ってんすかって言ったら、ほんなら原西さんが、うん、いや白ぶり親父と弟と兼用やでって言ったんですよ。ありますぞ。それが腹にすけない。いや、白ぶり兼用なんすか。とにかく上から取っていくの。上から取っていく。兼用やからもう全部トロントロンなんですよ。トロントロン。伸びてもうて。伸びてもうて。どう思います？その双子の兄弟とかまだ考えられるんですよ。そこに親父入ってきます。誰も文句言わへんというね。でも本人は全然不思議なことやと思ってないわけやからな。それは当たり前やったんですけど、それでちょっと僕は本当びっくりしてしまいましたねっていう話なんですけど。あ、それ俺も行った家かな。お母さん亡くなって、はいはい、そうです、あそこです、あそこです。面白いお母さんで、俺ちょっとお母さん線香あげに行こうと行った、そこあの団地やんな。あっこです、あっこです。ありがとうございますって、うちのおかんいつもここ座ってたんですっていう、このテーブルに世界地図あったんです。どういう意味や、どういう意味やな、映画の世界視野に入れてたんから。いろいろ楽しかった。世界視野に入れてた。だいぶ志半ばですよね、本当に。申し訳ない、申し訳ない、ちょっとあれ言い過ぎました、すいません。ちょっと言い過ぎや、ほんまに。いやでも白ぶり兼用ありますそんな。びっくりしました。家族愛や、家族愛。ね、そう、意外と。はい。あ、じゃあ。これ僕が高3の時の話なんですけど、はい、あの小学校と中学校一緒やった2個下の高校1年の女の子と付き合ってたんですよ、うん、ほんでもうそれも近所やって、うん、でいつも学校から帰ったらチャリで夜9時ぐらいにパーって行って、うん、じっちゃんって言うんですけど、うん、じっちゃんって言って呼んで2人で自転車で公園行って、うん、まあデートというかいろんなことを喋ってたんですよ、うん、ほんである日そのじっちゃんが大ちゃんって言って下着泥棒出た、なんかものすごく怖いねんってなって、どうしたんって言ったら、いやお母さんが気づいててんけど、なんか夜パーってこうなんか駐車場のとこにこうライトがピカピカピカって光んねんって言って、うん、であれなんやろなって思ってたら、その洗濯物干してあるとこにファーって行って、洗濯バサミがパンパンパンって取れる音して、うん、でタッ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 て走っていくねんって言って、うんうん、でおかしいな思って見に行って、次の日に聞いたら私の妹のパンツが3枚取られててんってなって、うん、マジで怖いな言って、ほんでまあ何かあったら僕のとこ電話してきて僕行ってあげるわって言うてたんですよ。
で、まあいろんな話して、で、帰ったんですよ。で、送っていったんですよ、そのじっちゃんの家にも。ほんなら、いやっってなって、うん、どうしたんって言ったら、下着泥棒いる、下着泥棒いるってなったんですよ。うん、ほんで、えって思ってパッて見たら、ほんまにあの、ライトが、パパパってなってるんですよ。ほんで、分かった、これ出た、ちょっとここで待っとき、危ないからと。何されるか分からない、ちょっと待っておきって言って僕バー武器探して、うん、これぐらいの石あったんで石持ってちょっとここで待っておきなって言って、うん、僕そこにそーっと近づいていってでそこピカピカってやってるんですよ。ほんでなんか物色してるから結構近い距離で、うん、ここで待てお前逃げられんぞお前って言うたんですよ。ほんなら、うん、急に宮川君ジュース飲むってその犯人が言いよったんですよ、うんで宮川君ジュース飲むのって思ってはって言うたらスーって近づいてきよるんですよその犯人が。ほんで何やと思ったら、うん、よう見たら、うん、2つ下の後輩なんですよ、うん、僕の友達の、うんうん、ほんでジュースいらんよ今って言ってほんならいや宮川君ジュースいる言うんですよ、うん、ほんでいやジュースだからいらんよって言うたら下見たら、うん、女物のパンツ入ってて一丁なんですよ。ほんでいやジュースいらんよ言うてでお前何やねんその格好ほんならもう変な顔して宮川君ジュースいるってなってるんですよ。でこれもうおかしなっとるなね、いやジュースっていらんってなんでそんなこと言うねんそれやろお前何してんねんここでそうやで、ね、ほんなら、うん、やっぱりね同級生じゃないですか、うん、言うても男と女じゃないですか、うん、だからそんなもん同級生が来てたら、うん、もうえらい広まるじゃないですか、うん、で僕はあの中学校の時のバレー部の後輩なんですよ、うん、だから、うん、あのこれここで犯人こいつやったってなったらこれえらいことやと思って、うんうんうんお前なって言うたら、うん、宮川君ジュースいる言うんですよだからあジュース買ってきてって言うたんですよ、うん、ほんならうん言うてバーって行こうとするのがそのじっちゃんが待ってる方やったから、うん、お前そっち行くなって言うて、うん、あのあっちからジュース買いに行けやって言うて、うん、ほんならうんって言うてブーもう想像してください下女物のパンティーですよ、うんはい、上 T シャツでわーいってるんですよ。何あいつを思って俺もうどうしたやねんと思って、うん、ほんなら「いや大ちゃん大ちゃん」ってなるから「おー」言うてバッてその角行って「どうやった?」って言うし「いや逃げられた」って言って、うん、ほんなら「嘘逃げられたなんでいやいや大丈夫こんなん一回もう向こうもビビっとるからもう絶対来よらへんと思う」って言うて、うん、ほんなら「ほんまでも怖い」言うて「分かったほんなら喋る方言うて家の前で30分ぐらい喋ってたんですよ、うん、でも僕何やったんあいつ」みたいなね、うん、なんパクって入って、うん、あいつ一回どつかなあかんな思って先輩ですね何をしとんやと何を変な気持ちになっとんやと何をもんもんとしとんやと一回喋らないろんなもう全然話入ってこへんぐらいの、うん、ほんならあもう大丈夫大丈夫怖ないわって言って、うん、あほんまやでほんならバイバイ言ってまたね言うてで僕自転車乗る時もなんか怖ってバーって帰ってたら僕の家の前にそいつおるんですよ。でも T シャツでまだ下パンティーなんですよ。でうわ何やいつと思ってでもまあまあ後輩って分かってるんで怖ないんで僕ファーって行ってほんなら向こうが宮川君って言いよったんですよ。であこいつやっぱ気づいて謝りようんやなと思って、うん、何って言ったら、うん、ジュースって言いよったんですよ。でジュースいやっお前分かってないな俺がジュースが飲みたくてジュース買うてきてって言うたん違うねんと一度逃がしたったんやとでなんで今そのパンツのままやねんとジュース買うてきてありがとう言うてバイバイ言うてごまかせるか言うてそれからまあ説教したったっていう話ですして何の話やはいはい僕子供生まれてからうちのお母さんがよく手伝いに来てくれるんですね、手伝いに、はい、で
僕海外行ってる時は必ずお母さん来てくれるんですね、うん、で海外から帰ってきたらあのお母さんの料理ってすごく楽しみじゃないですか、うん、であの帰ってきたらええ匂いしてたんでキッチンの方行ったんですよ、うん、ほんならお母さんと嫁がなんか作ってたんですよ、うん、ほんで何作ってくれてんのって言ったらお稲荷さんやあんたの好きなって言って僕お稲荷さん大好きなんですよ、うん、お母さんのほんで海苔巻きもあったんですよ、で僕スケロク大好きなんですよスケロクスケロクやんで海外から帰ってきてスケロク食えるってテンション上がって嬉しいって言うてこうお母さん前におってあの嫁がここにいたんですよ、で後ろからこう覗いてたんですけど僕嬉しいって言った瞬間になんか分からないですけどお母さんの腰持ってお母さんの腰にパパパパパパってやったことある嬉しいっつってもうパパパパって分からん分からん分からんテンション上がってお母さんに腰折ってもらったんですよパパパパってほらお母さんが何してんのほんと僕も何してんやろ俺何してんのほんで嫁も大ちゃん何してんの何してんの何してんやろほら分からん分からん分からん100歩譲って嫁でしょいや嫁なのそれ知ってお母さんやってもってびっくりしましたスケロクにそれほどのパワーがスケロク言うのも久しぶりやスケロク食べてるもんな確かにいやびっくりしましたね今後スケロクがなんかやらしい思い出しちゃう、うん、お大輔ですはいあの僕めちゃめちゃ怖がりなんですね、うん、であのなんか、ね、あの 夜にこうウォーキングとかするんですよ、うん、ちょっと太ってるんでまあ知れてますけどでそれ絶対音楽聴いてやるんですけども、うん、こう音楽聴いて歩いてて後ろからもうあの自転車が来ただけでおおってなるんですよ。何やねん今っていう。なるかもな。何やねん今。いや全然なんかね。通るでしょ。いやそうやけどもう全く急にスッって出てきたらおおってなるんですよ。なるかもな。ほんで、うん、あの家と家の間にこれぐらいのなんか変な路地みたいなところになんか。ポインターの焼き物とかの犬が置いてあったりしたらおぉなるんですよなんでこんな隙間にポインター置いとくねんボケよみたいなあんまないけどポインターわかりますあのポインターとかポインターかないやポインターですあれほんでそれぐらいビビりなんですねほんで僕あの海外行って帰ってきてちょっとこう時差ボケで朝5時半ぐらいなんですまだ暗いんですよ、うん、で暗い時にあちょっとなんかこう外でタバコ吸おうと思ってでこう自分の玄関ファッて開けたらおっさんがザッってなったんですよ、うん、でうちの家の前でちょっと玉砂利があって、うん、おっさんザッ滑って向こうバッ走っていきよったんですよほんで俺それザッザッってうわーって言ってほっ言うてほんで何やお前言うてほらまた走っていきよるから待て言うて俺泥棒やろなんでやねんいや泥棒やろだろ待て言うて俺ブワーッ走っていったら向こうのおっさんお前泥棒やろって言うて俺おっきょう聞こえてほなそのおっさんが急にザーってその玉砂利のとこガーって僕の方向いて清掃員ですって言いよったんですよ、うん、ほんで俺も急に走っていって向こうジャリッ来たからバーッなっておいへえ言うて何で朝5時半にお前掃除してんねんボケ言うて嘘つくな言うてほな本当です言いよるからなんで逃げんねんほんなら言うたらいやびっくりしたんでって言いよるいや俺の方がびっくりしたんじゃお前ほななんかこんなやりよるからあのナイフ出しよったと思ってまたザーッなったからあれやろ言うて何やそれ何出そうとしてんねんお前言うたら出すぎたの二つ折りの携帯やったんですよ何やその携帯怖いの何やその携帯言うたら管理会社に電話してくださいなんで電話せなあかんねんお前はせえや言うてほんでこうなんか早い言うてもうこんなんなんですよで俺もこうああなってああなってたらでももう5時半や言うて5時半なんか絶対出えへん言うて
お前ほんまに清掃員か言うたそうです言うてああやめろよお前びっくりさすの言うて俺だってめちゃめちゃ怖いねんぞお前知らねえよほんでその日は信じて終わったんですよ終わったね、うん、ほんでまたそのウォーキングして、うん、僕なんかコンビニ行って、うん、ウォーキングしたのになんかおにぎり1個食べてもうたんですよ、うんで痩せるために歩いてるじゃん。そうそうそういや腹減るやんウォーキングで。いやいいやんもうおにぎり300歩いてるやん。いや300キロカロリーね。200、うん、ほんで食べてそのゴミを捨てようと思ってうちのとこ鍵ついてるんですけどそれがね5時ぐらいやったんですかねまた。ほんでカチャッと開けてこう音楽聴いてこうブーンと開けてそのゴミ捨てようと思ったらその一番奥のとこでブザザッなってるんですよ。うおーなって俺も。なんやんって言うたらまたそいつなんですよ。お前びっくりするやんけほんならすいません言うていやすいませんやらへんねんもう早いねん全部掃除が朝やんねん言うてほらいや僕本当に臆病なんでちょっと皆さんに会わない時間にやってるんですって言うからいや分かるけど2回目やでこれほんま怖い言うてで閉めたんですよ、うんうん、ほんで僕帰ったら、うん、ほんなら管理人から多分そいつ真面目やったんで、うん、多分驚かしてしまった宮川さんのことっていう、うん、電話したん報告したんですよね、うん、その管理会社の人がすいませんとお聞きました宮川さんですよねってうちの本当に清掃員が本当にびっくりさせて本当に申し訳ございませんと、住人にそんな気持ちにさせる、うん、清掃員は本当に強く怒っときますんで、うん、って言われていやもう強くやめてくださいってあの人すぐびっくりしはるんでもう優しくやってくださいって言って切ったんですよ、うん、そういう話なんですそういう話です音楽やめたらええやん音楽やめたらいや音楽はやっとかの怖いんですよまた急に怖いから怖いんですよだから明るい曲聴いてな歩けへんのそれで夜道を夜道を、はい、自分を上げていかんとなるほど自分を上げていかんとなかなかやっぱり夜歩けないですよ怖いことばっかりですよそれこそ昼歩いたいや昼は無理やん疲れた疲れるわもうなあ大輔はいこれ僕高校2年の時の話なんですけど高校2年の初めぐらいに全員でこうなんか麻雀打つのが流行ってたんですよ、はい、ほんでなんかルール教えてもらってやっと打てるようになってじゃあ4人で打とうか言うてほんで友達の家で、うん、麻雀してたんですよ、うん、で友達、まあ、実家じゃないですかほんで静かにこうチャラチャ夜やったからこうあんまり音ささんようにとかして、うん、ほんでずっとやってて、うんで結構やってたんですよ長い時間でその間にみんなトイレ行ったりとかねなんかいろいろしててほんで、夜中3時ぐらいですかねもうちょっと帰ろうかみたいになってほんでこうこたつでやってたんですけど冬やったんで寒かったんでこたつでやってたんですけどで出ようかって言って出た瞬間になんか何やこの匂いってなって天草ってなったんですよ天草ってなんですかねちょっと甘みがある甘草っていう何やこの甘臭いのってなってほんでみんなでこう開けてそのめくったら甘草ってなって何やこの匂い何やこの甘臭いのっていうほんで友達が足に言って俺や甘臭いのって甘草ってなってほんでお前け言うて匂って甘草って言うてほんで、うわ、なんやこれ言ってたら、うん、その、トイメンにおった友達も、うん、俺も甘臭いってなって、甘臭ってなって、ほんで、全員に言ったら、全員が甘臭ってなって、なんやこの甘臭いのって言ってたら、その家の友達が、あっってなって、おじいちゃんの家が、部屋が横やったんですけど、おじいちゃんのとこ行って、おじいちゃんって言って、おしっここぼすなやって言って、ほんなら、すまー聞こえてきたんですよ。で、しょんべんって言って。で、この甘みないねと。臭いのは分かると。臭いのは分かると。で、ここ甘みない言ったら、ちょっとこの甘みなに言ったら、その友達が、いや、糖尿やねん、じじい。糖尿の甘み。こんな甘くさなんの
ていう話です。ああ、俺も嗅いだことないけど、そうなんや。むちゃくちゃ甘くさい。また温められて。ありが寄るとか言うもんね、おしっこ、はい、ね。検索ワード、甘くさが上がってくる。いや最後にしますよ。やっとです。バーンと行きましょう。いや大助。はい。これこの間あの実家に帰った時の話なんですけど、はい、自分ブログやってるんで、でそのブログをチェックしようと思って、うん、親父のあのパソコンのとこに行って、うん、でパソコンにスイッチ入れてこう やるんですけど、うん、なかなか重くて全然立ち上がらないんですよ、はあ、でやっと立ち上がったと思っても次に行ったらもうずっと鳴り寄るんですよ、はあ、で全然こう重いんで、うん、何やろうなと思ってお父さんって呼んだんですよ、うん、でお父さん来て、うん、これめっちゃ遅いやんどうなってんのって言ったらいやお父さんなエロいとこ進みすぎて、うん、もうウイルスが50ぐらい入っててもう病気になってえらいことになったでお父さんももう開けてもうウイルスおかしなってるから、もうできないんですって何の話だよ何の話だよ親父がウイルスや大助です、はい、本当に僕番組出させていただいたのはこの滑らない話からなんですね。で僕松本さんにすごいこう本当になんか感謝してるんですけどその松本さんを一回ちょっと殺しかけたと言いますか、穏やかじゃないその話をちょっとさせていただきたいんですけど、7年か8年前ぐらいに、大好き沖縄行こうで沖縄連れて行ってもらったんですよ、はい、で4泊5日ぐらいの旅で、うん、でまあいろいろとこう楽しい旅行やったんですね。夜星見に行こうとかなんかそんなちょっとねプールでちょっとみんなで遊ぼうとか、うん、本当すごい楽しかった、うん、で最後の日になんかこう花火でもしようかっていうことになって、うん、その3日目の夜にじゃあ明日の夜やるか今日の夜ちょっと花火できるとこちょっと見つけに行こう言って、で僕と後輩と松本さん3人でそのホテルのちょっとビーチのちょっと向こうに野原みたいなとこがあったんでそこ行ってちょっとできるか探しに行こうか言って、ほんでホテルから B さんで3人でバー行ったんですよ。でそのプールのちょっと出たとこのその野原の入り口みたいなのに、うんうんうん、ハブ注意って書いてあったんですよ。ほんで僕ヘビめちゃめちゃ嫌いなんですね、うんうん、でいやちょっと待ってください兄さんハブ出ますよこれマジでこれやめましょうこんなとこで僕できないです大丈夫やってでマジですかって言うてほんでまあ行きましょう言うていや怖い怖い言うてほんで後輩にちょすまんもうちょっとおんぶしてくれともうその砂浜になるまでちょっとおんぶしてくれもうキュッたらもう終わりやから猛毒やからハブっていうのいや大丈夫ですよ言うてうまあ言うてほな兄さんがなんか分からへんけど抱き出たみたいなほんでうわみたいなちょロープですやめてくださいよとかほなケケケケ笑ってほんでまたしばらく歩いてなんか普通の話してまたうまいんですよびっくりさし方が、うんうん、ほんでなんかバーって喋ってる時に大気出たうわいやこれコードですやんなんかのコードですやんやめてくださいほんま怖いでもう無理です帰りましょういや行こう大丈夫やからほんでそのなんか広場ぐらいまで行くもうギリギリのとこで、うん、ほんまにうわ出たってばはったら、うん、本物のハブやったんですよ。で松本さんがここで僕で後輩やったんですよ。で出た言ったらその辺に出たんですけど、うん、もう僕本物やと思った瞬間にわけわからんようになって松本さんをバーン押しに行ったうわっってほら松本さんバーン押されたからそのハブの上を大助何やってんねんそれでも俺も無視してブワー帰ったっていう話なんですけど
本当にね危なかったって、ほんま怖がりやもんな、いやあれは怖いですよ、足ガッてこう足を後ろからキュッてつまんだらうわあ、それもありました、もうキュッてやられました、うわちょやめてくださいもうその冗談みたいな、だんだん腹立ってきて、いやそういうことがあって、まあこの仕掛けだと言いますけど、押したらダメです、押したらダメです、すいません、さあ行きますねえ、これは最近の話なんですけど、松本さんとご飯をあの食べる約束してまして、で僕ちょっと髪の毛切ってて、で髪の毛切り終わったんで兄さんに電話したんですよ、で今どこにいんねん、いや僕恵比寿にいます、ほな俺まあカプリチョーザでちょっと食べてるから来てくれやと、カプリチョーザで食べてるから来てくれやと、わかりましたすぐ行きます言うて電話してたら、横にこうタクシーがプーって来たんですよ、ほんなら向こうの公園から猫がピャッと走ってきよったんですよ、ほんでタクシーの前輪にグルンってなって、自分の目の前に仰向けでペーンって落ちてうわーって言ったんですよ、うわっ死んだって思ったらグッと表向いてうわーって言って向こう行きよったんですよ、あれ生きてたんやん、カニダにまつわる話ばっかりやん、カニダにまつわる話ばっかりやん、お前大輔、大阪の時の話なんですけど、はいはい、今から15年ぐらい前の話なんですけど、近所のお風呂屋さんに行ったんですよ、ほんならあの、まあ、そこのサウナものすごい小さいんですよ、3人ぐらいで入るぐらいのサウナで、で僕と後輩が入ってたんです、こうやって、ほんなら1人入ってきゃったんですよ、ほらその人はもうまあこっちの方やったんですよ、あですごい柄悪い方 でうわ怖っと思って、僕と後輩ビクってなりながらこう前にバーン座らはったんですよ、でこうこうやってダーン座らはったんですよ、で怖いなと思って、でこうパッて見たらこの辺にものすごい傷があったんですよ、グワーって、でうわ傷あるめっちゃ切られはったんかなと、でずっとその傷をこう目で追っていったらここね、こうずっと切れてて、ここから傷がちょっとなくなってて、息子がちょっと切れてここ切れてここ何十針縫うてあるんですよ、何十針縫うててここ一針だけちょっと縫うてここまた10針ぐらいだからずっばいから多分へこってなったんだよ、あかんそこはみたいな、一瞬ちょっとなんかあっっていうもう自然にね、自然に体がね一瞬ちょこっと切られたら一針だけで見えてたら、これは男ならわかるよ、一瞬逃げちゃうからね、そこはね根性とは別の問題、根性とは別の本能やね、ありがとうございます、すごくいいですよこれは、非常にいいんじゃないですか、あ大輔、最近の話なんですけど、僕はチーズ転がし祭りというのに参加したんです、何だろうね、どこの国、イギリスです、イギリス、はい、ほんでもう僕撮影なかったんですけど、そのあのなんか転がすチーズのあの撮影に行くから、大輔さんどうします、あ僕暇なんでついていきますってついていったんですよ、ほんならおばあちゃんがなんかチーズ工場みたいなところで作ってはって、ほんでそれずっと見てて、あこんなやってチーズできんやみたいなの見てたら、そこにあのお孫さんがいたんですよ、でそのお孫さんものすごく可愛かったんですよ、あの金髪で、あ可愛い子やなと思って、男の子、男の子です、で名前なんて言うんですか、What's your name? って聞いたらフィリップみたいな、あフィリップ君って言うにゃみたいな、でフィリップ君遊ぼうかって暇やったんで遊んでたんですよ、でフィリップ君の部屋見せてって言って、 OK OK って、まあ僕も拙い英語で喋ったんですよ、 OK come on come on って言って、で連れて行かれてここやと、お開けてみーって開けたら便所なんですよ、でこれ便所やんけって言ったら、フィリップ君へへへ笑っとるんです、フィリップ君なりの、フィリップ君なりのなんかちょっとあれなやと、あフィリップ君言って面白いなー言って、でも部屋見せてなー言って、部屋はあかんやん、ほんでまた外出て行って、ほんならうちのそのチーズのとこあの豚がいると、豚見に行こうと、で大輔もう大輔言いました、大輔見に行こう言って、ほんで豚いるとこあったんですよ、ほんでこの囲いに豚切ったら豚がブワーおるんですよ、ほんで豚触ってみと、
触ってき、き言うて、ほんで、あ、オッケーオッケー言うて、こう、その柵を渡ろう思たら、バチーン電流が通ったんですよ。うん、あの、逃げんように、あの、こう、電流が流した。おう、こうやったら、またやられたんや。フィリップ、これ、お前、電流流れてるやん、こんな、これ、言うて。ほんなら、ギッ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 、笑うとるんや。なんやこのフィリップみたいに思ってたんですよ。ほんで、まあ、仲良くなってきて、で、僕、なんか、フィリップ君のチンチンサーだどうなんやろと。何でやねん、分からん、何でやねん、国際問題やないか、流れおかしいよ。いや、なんか昔やったじゃないですか。ないけど、やったんです。ほんで触ったらどうなんじゃろってすごい興味あって、フィリップ君おいで言うて、フィリップ君の揉んだんですよ。なフィリップ君なな、な言うてバーッ走っていきよったんですよ。ほんで、あかん、俺お母さんとかにお父さんにチクられて俺怒られる思って、やばいと思って、どうしようと思ってたら、向こうからフィリップ君チャリをこうやって手放しでファーッていきよったんですよ。で、え、なんでと思って、フィリップ君なんかテンション上がってもうたみたいな、楽しめた、いや、許してくれたんだって思って、フィリップ君おいで言うて、ずーっとまたかーって、すごいねフィリップ君言うて、でちょっとお兄ちゃん乗らして言うて、こうそのチャリ借りてこう乗るふりして、またフィリップ君が触ったんですよ。またフィリップ君バーッ向こう行って、ほんで次こそ言われるやばいと思ったら、次こうやって来よったんですよ。フィリップ君なんでやねん、あ、怒らへんやみたいな、そんな話でございます。スイッチやるな、なんかスイッチ入るわかる、いつもその辺で終わっていく、イギリスの子供。あら、あ、さっきのあの三松さんのあの話で思い出したんですけど、この間あのジュニアさんとお風呂屋さんに行ったんですね。んで、あのこう僕こっちで着替えてて、こうなんかこうカチャンって入れるあれあるじゃないですか、でジュニアさんこっちでこう着替えてはったんですね。ほんで僕パンツ脱いで裸なんて入ろうかなと思ったぐらいに、ジュニアさんがこうパンツこう下ろさはったんですよ。ほんでちょうど この辺じゃないですか。ほんで、あ、惜しいやと思ったら、つって言うて、アナルがスポッて開いてます。結構仲間で見えましたよ、兄さん。とって言った。すいません。なんやねん、そんな話。なんやねん、そんな話。ビリビリ情報みたいな。あん時中見えましたよ。見たことない奥ぐらいまで見えたから。そんな開くんすか。本当に。あれ大好き。はい、あの僕あのコンビを、まあ、星ちゃんと組んでたんですけど、で別れまして、でまあ一人で、うん、あのお芝居をちょっとしたいなと思って、うん、まあ、舞台ばっかりやらせていただいたんですけど、うん、である舞台に出させてもらった時の話なんですけど、うん、あのまあ東京で1ヶ月ぐらいしてから、まあ、地方に回る、うん、で、まあ、1ヶ月あの終わって、まあ、1ヶ月の間に、まあ、みんなでなんか今日食べに行くみたいな打ち上げがあって、でその1ヶ月の間にあのその主演の役者さんと、あと、まあ、大御所ではないですけど、まあ、30ぐらいの女優さんで若手の女優さん、この3人がちょっと好き嫌い、いや好きみたいな、ちょっとこうなんか、その主演の男優さん役者さんにこう2人がちょっとこうグイグイっといってる感じがあったんですよ。でそれ僕ずっと見てて、あ、なんかすごいなと思ったんですよ。舞台ってこうなんやな、やっぱりとかで、いろいろ思ってて、で東京が終わって、で地方に行ったんですよ。で地方に飛行機で行って、で飛行場からちょっとしたバスに乗って、まあ、みんなでちょっとこう九州やったんですけど、移動しようと、で移動日やったんですよ。で着いて、ほんでまずその、役者さんがドーンとこうバスの後ろじゃなく真ん中に座らはったんですよ。で僕そのちょっと2個ぐらい後ろに座って、でどう座らはんやろう、
その女優さんやらは、うん、2人はと思ったら、その若手の子が、あの初めその大御所のその男優さんの横ぐらいに座ったんですよ、うん、で、あ、行きよった、攻めよった、うんうんうん、ほんならその大御所の、大御所いうかその、まあ、女優さんが、うん、バーって来て、その子の横にバーン座ったんですよ。だから、男優さん、そう、大御所の女優さん、若手の女優さんっていう並びになって、大御所さんが潰していったんですよ、うん、バーンとブロックしたんですよ。ほんで、ブロックしたと思ってで、地方ですから、これ気合入ってんなと思って、僕はもう後ろでクッなってたんですよ。で、まあ移動して、で1時間ぐらいこう、まあ、高速とか走ってたら、インターチェンジに入ったんですよ、うん、休憩ね、うん、で、インターチェンジみんなトイレ行ったり、なんかね、いろいろこう、タバコ吸ったりとかして、で、帰ってきたんですよ。で、その大御所の女優さんが遅かったんですよ。で、あ、遅いなと思ったら、ギリギリに乗ってきはったら、こう、フランクフルトを1本持って、うん、こう、来はったんですよ。で、初め僕、あ、フランクフルト買うたはんにゃ、あ、フランクフルトなんか食べはんにゃと思ったら、その、今いただいていいですか、すいません、ちょっと匂いしますけど、みたいな、みんなに、はいって言ったら、その、ね、あのケチャップとあのマスタード一緒のやつプチッと折って、うん、こうチッシュッてかけて、でそのいただきますって言って、なんかこう熱いわみたいなのが始まったんですよ。で僕初めんと思ったんですよ。んと思ったんですよ。んと思ったんですよ。ほんならもうここについてるね、ケチャップとかこうプッとか音鳴らしたり、なんかこう、ああこう言ってんのに、あ、暑いから、暑いわとか、そんな暑ないよ。一回出して、また、とか、なんかチュパ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 チュ。すごいな。うわ、すごいなと思って。すごいな。アピールがね。アピールが。で、それ、まあ、食べ終わらはって、まあ、なんてない話してるんですけど、その、あの、役者さんは一個飛ばしでまたその若い人とかになんか九州で美味しいもんあるよねみたいな始まったんですよ。で、あれあれあんだけアピールしてはったのにこれ無視されてるのかそれかどうなんやろうと思ってこう見てたんですよ。でまたあの1時間半ぐらい経ったらインターチェンジ入ったんですよ。ほんでまあみんなでまたトイレとか行って僕おもろいなぁ思って、ほんでまた帰ったんですよ。ほんでまたその大御所といいますか女優さんがまたギリギリなんですよ。であれと思ったらバタ帰ってきはったら、うん、次はちょっと白っぽいでかいフランクフルトこうだったんですよ。え、4年え、4年1時間早いで女子やろ。おちょっとペース早いな。ペース早いよ。フランクのフランクのフランクなんかもう一本でええでしょ一日。もうまた行ったほな次はまたケチャップビューやってまたついでやってで次もうこんななんですよ。全然全然お前ほんまやろな。ほんまですってほんまですよね。うわまた始まった何やってんだよお前。ナイスでしょ。裏が白 い, 白い ドイツのやつでしょ。ほんまにやってるドローンってしたやつ大きいわ。それを見てた話何やねんそれ。フランクの話。フランクの話。いやでも絶対アピールやったと思うんですけど普通に食べてた。普通に食べてた。日本は多いな。普通に食べたんだけど僕はそう見えたっていう。宮川さんがそう見えただけでその人は普通にフランク好きなだけです。大丈夫。じゃあ行くぞもう。すみません。行きますよ。おっ。おっ。おっ。腰きましたよ。どうですか。まだしてない人。どうですか。ね、まだしてない人。してない人。してない人。ここ、うん、ケーキ漬けにね。うん、じゃあ僕行かせていただいていいですか。あはい。これは、うん、僕がボーイスカウトでリーダーになった時の話なんですけど。あ、ボーイスカウトやってたもんね。やってました。で。キャンプ場に、あ、もう一回言うていいですか。これ僕がボーイスカウト、うん、なんて言ってましたっけ。そこは別に大丈夫ですか。僕が、ボーイスカウトのリーダーになった時なんですけれども、僕らだけの班であのリーダーがついてこうへん、うん、あの僕らだけで子供だけ
れで行くキャンプにボーイスカウトになったら行けるんですね、うん、ほんでキャンプ場に着いて僕はリーダーで、うん、で年下おるじゃないですか、うん、でキャンプ場着いた時になんかお腹減った、宮川君お腹減った言うんで、分かった言うて、でも着いたとこやからちょっと待って簡単にできるやつ言ってフライパン出してきて、もう焼きそばしたるわ言って焼きそばしたんですよ。でそのフライパンももう皮までちょっと折りのめんどくさかったから、もうそのまま油でバー炒めて作ったんですよ。ほんでみんなに食べさせたら、あ美味しかった宮川君ありがとう言って言うてたんですよ。で1時間後ぐらいになんか宮川さんなんか気分がブッみたいな、どうしたみたいな、どうしたん言うて、ほなみんなが僕もなんかしんブッみたいな、あらみたいな、でどうしたんやろ思って、でフライパン見たらフライパンちょっと錆びてたんですよ。あで今やってもったと、食中毒やと、でこれリーダーが来たら怒られると、でもうすぐあの点検で来よるな思ったら車がバーン止まったんですよ。でこれ見つかったら僕怒られると、もうボイスカードもうリーダー失格やと、でこれやばいと証拠隠滅しなあかんと思って、これ森に捨てようと思ったんですよ。でそのフライパンを森にギョッ捨てたんですよ。ギョッギョッギョッ言うて追っていって、ほんでまあ助かったっていう話です。よかった。よかった。宮川さん。はい。ちょっと待ってくださいね。ほんまにすいません。こうなると小杉がね、ね例のパターンに陥るんかなっていう。これいきます。僕あ天然素材の頃。天然素材の頃。多いですね。天然素材の頃。あのまだ大阪に引っ越してなかったんですね、うん、ほんでこう京阪とかで通ってて、でどうしてもあのダンスが遅くなったりしたら安い昔から大阪にありますあのレジャービルホニャララいうとこがあるんですね、サウナが、はいはいはい、でそこに泊まってたんですよ、はい、ほんで、まあ、そこはまあ安で、まあ、汚い感じなんですけど、あの寝るところがこう200畳ぐらいのとこあるんですね、うん、で200畳ぐらいあるとこに習字で7時に起こしてほしい人はこれぐらいの大きいとこで7時って書いてあるんですよ、習字で。でこうプレートが立ってるわけなんですよ、うん、でそこに布団がバー並べてあって、うん、それが7時に起こしてほしい人が寝るとこ。なるほど。でちょっと1畳ぐらい話して、うん、次8時って書いてあるんですよ。ほんですごいね、8時またさっきと一緒で8時で布団が並べてあるんですよ。でも僕7時半に起こしてほしかったんですよ。はい、なるほど。俺これ7時半の時どうしたらええんやろうと思って、はい、で真ん中に寝たんですよ。7時と8時の間に寝てたら、はい、なんかこっちが起きた時とかまあ起きてまんちゃうかなみたいな、はい、で7時半のところで寝てたんですね。ほんならそこを後から分かったんですけど、結構このこっちの人が多いんですね。なるほど。僕昔なんかそういう人に気に入られてて、はい、なんか気に入られるタイプやったんですよ、うん、ほんでこう7時半とこで寝てたら、うん、こうまあいびきかいて寝てたら、うん、なんか急にこうなんかトントントンとかされるんですよ、うん、ほんであもう7時半かなと思って思うよね、トントントンってされたからあ7時半やと思って起きたら、うん、7時のおっさんが触っとるんですよみたいな、うわ、7時のおっさん触るよ。何時のおっさんが何時のおっさんが、うわ、嫌やなと思ってほんで、まあ、まあ、ええわ思ってで、次寝てたらまた、トントントンってやられたんですよ。ほんで、これまた7時のおっさん触っとると、で、バッと起きて7時のおっさんの方を見たら7時のおっさん寝とったんですよ。ほな、次こっちの8時のおっさんが触っとったみたいな、で、何やねんお前もういっぱいおるやん、ここお前一発目。あ、欲しい。これはやっぱ大輔。わかりました。春ぐらいですかね。去年の、うん、釣りが好きなんで、ちょっとこう千葉の野池に釣り行ってたんですよ。うん、でブラックバス釣ってて、でずっとやってたら。なんかだんだんお腹痛くなってきて、うん、でもそれ山の中やったんですけど、であちょっとトイレ行くのもこれもうちょっとコンビニ行くのも間に合わへんなと思って、でずっとやってたら ものすごい痛くなってきたんで、あもうちょっとのぶそしようと思って、
で車からちょっとトイレットペーパー取ってで場所探したんですけど場所がもうこういうちょっと山道みたいなとこにやったんですよ。でうわどこでしょう思ってもうでももう垂れるしなと思ってもう、ま、前かしとこうへんか思ってこういうカーブのこのここら辺でもう無理やったんですよ。もう分かるよ。もう無理やったんで、うんうん、もうしゃあない思ってもうそこでガンやったんですよ、うんうん、あ助かったな思ってけどずーっとお腹痛くて、あ痛い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 ああ言うてずっとやってたんですよ、うん、ほなら向こうの方からいや そっち行ったらあかんみたいなあそっち行ったらあかんよもうええええ言ってなんか散歩ので落ち葉のこのパサッパサッっていうのが聞こえてきてちょっと待ってくれと、うん、向こうからもう散歩の人来はるってでこうカーブでここ山なんですよ、うん、兄さんの分かりますこういうカーブで、うんはいはい、こうでこうやっててうわちょっと待ってと、うん、向こうからパサッパサッってその音も近づいてくるんですよ、うん、ほんで、行ったらあかんよそっちみたいな、うん、なんか言うたんですおばちゃんが、うん、ほんでパサッパサッパサッって聞こえてうわこれどうしようかなと、うん、でももうここでパンツ上げることもできなかったんですよ、うんうん、これでどうしようかなってこう行ったらパサパサって足 近づいてきたんですよ足音が、うん、でパサパサって来たらひょこって顔出たらヤギやったんですよ白いでヤギと思ってできり犬やんか出たんでヤギがこう来てヤギと思って俺ヤギはなんか言うて言うやろびっくりしちゃったんですよねほんでもう言うてほんでこういったら次おばちゃんが行ったらあかんよ言うてこっち来はったんですよほんでカーブ曲がったとこ俺もううんこしてんですよでほんでまだちょっと立てなかったんですよほんでもうどうしようかなと思っておばちゃんと目を追った時にはぁって言うたったんですよおばちゃんに俺わかります。わかりますよ。おばちゃん曲がってきた。おばちゃん曲がってきた。目をハッてなった時にもうどうしようもなかったんで。いやほんまにわからん。ほんまにわからん。いやそれすいませんもおかしいし。いやすいません。すいません。いやすいません。すいません。おばちゃんの庭でやってたらすいませんですよ。いやすいませんしかないやん。不愉快な思いさせて汚いもの見せてすいませんしかないやん。まあまあ人は威嚇とかなんかあるよ。その中から選んだんが何やって。ほな何事もなかったようにおばちゃんそのまま後ろスーッて行ったんですよ、で向こうでまた「メー」って聞こえてああよかっためちゃくちゃ怖かったやで曲がったら突然のぐそしてるやつに何て言ったんや何でやん引き出しにあったなよその A が俺ないわとっさに出ないガーッと開けても A はないわもう欲しい来たらもうやめてくださいなんでなんであすいません欲しい来て大輔って言われたらなんて言う最強っすね1音で終わらせられると何でお前何やったやつ俺にやるねん滑らない話やめてペロバン取っててうわっ来ますよそりゃ来ますよ今年の7月22日の話なんですけど、はい、7月22日今年はあの皆既日食が見れるみたいなでちょうどその日に僕とケンコバが沖縄であのアンギャーっていうあのトークイベントやってるんですけどそれが沖縄で歩いてで沖縄方面南の方でその皆既日食が綺麗に見えるんでで僕とコバその時一緒にラジオやってたんですけど夜中遅遅までやっててあんまり寝てなかったんですよほんで絶対飛行機の中で寝ようって決めてたんですけどその時にあのもう皆既日食とかもう休み入ったりとかでものすごい人やったんですよほんであの飛行機の中も満員やったんですよでもこれうるさいなぁ思ってて、もうなんかちょっともう寝れへんからイライラしてたんですよで僕座って窓側に僕座ってなんか知らん女の子座っててで小葉真ん中の席座ってほんでまあ寝てたんですよ僕もつい乗った瞬間に寝てたんですよほんならもうみんなテンション高いんですけど家族連れがバーって入ってきたんですよほんであのお父さんとお母さん と、息子2人なんですけど、うわー飛行機だねー言うて入ってきよった
年な。年を見たら、ああ飛行機だよ言うんですよ。ほんで初めてだね言って飛行機乗るの、ね、ああ初めてだ飛行機乗るのって、テンション高いんですよ。うるさいな思って、まあまあしゃあないなと思って、もうこれ無視やと。ほんなら、あれ？ケンコバがいるよ。あ、ほんとだ、ケンコバだねってなったで、うわ、見つかりよった、あいつも見つかりよった、アホや、思って。で、僕ずっとこっち向いて寝てたんですよ。そやのに、またもう一人の、 息子の方が、うん、あれお祭り男だってなったんですよ。で、あ、お祭り男がいたねお祭りに行くのかねみたいな。よし、思ってたんですよ。で、もう、で、うるさいな、思ってたら、ちょっともうこう、薄めでパッと見たんですよ。ほんなら、そのお父さんが、うん、散髪したてで、それがきちっとした角刈りやったんですよ。もうそれが腹立ったんですよ。いや、ね、僕角刈りね、いや角刈りの人昔から嫌いなんですよ。いや、なんで嫌なんですよ。いや、それ分かる。なんで角刈りと思わないですか。僕大っ嫌いなんですよ。隣も少々やぞ。だから兄さんのことも若干嫌いなんですよ。嫌いだ。今言わんでいいこれ角刈りやったんですよ。じゃあ腹立つのは角刈りよ思ってで、ほんでね、まあ、仕立てやったんですよ。それも腹立ったんですよ。なんで沖縄旅行行くね。で会期日食ですか、や言うてる見に行こう言うて、で写真とかいっぱい撮るし、ちょっと散髪行ってくるわお父さん言うて、なんでそこで角刈り注文するんやって真似られて、いやそれがいろいろあるやん。なんで角刈りしてんねん。寝てないから。寝てないですか。イラ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 したんですよ。そんなことにもうイライラしてほな、帽子取りなさいってなったんですよ、うん、ね、息子が帽子かぶってたんで2人、うん、ほんで帽子パッて脱ぎよったんですよ、うん、ほな汗かいててこう丸刈りみたいだったんですよ、うん、あ、よかったと、うん、これ角刈りやったら俺もう行ってまうんちゃうわよ。何で何を行くねん。終わったんですよ。ほんでパパ思ってもうイライラする思って、うん、ほんならずーっとまた聞こえるんですよ。耳栓しても奥の方にずーっと、うわ雲だとかね。ほんでうわ飛ぶよ今から、あー飛ぶよ今からみたいなずっと聞こえるんですよ。ほんでバー行ったんですよ。ほんで上バーって飛んで、ほんでずっと寝れたんですよゆっくり。ほんならご飯やいでざわざわっとして、それで起きてしまったんですよ。みんな起きたなみたいな、でご飯出るんだねみたいな、まずバーン来て、で、あ、ご飯出るんだねってお父さん知りおらへんかった。ご飯出るんだね言うて、ほんでご飯食べよう思って、ほんで僕ももう見んとこ思ってバーン見てたんですよ。食べてたんですよ。ほんでまだずっと言いよるから、おいしいねおいしいね言うて、うるさいなパッて見たら、さっきまで濡れてたんですよ髪の毛が子供の、はい、ほんなそれが乾いてきてて、よう見たらこう立ってきとるんですよ。角刈りやないか両方ね。濡れてたからこう角が丸まってたけど、乾いたら角出てみとるやないか。角刈りやと思ってもうグワーなってたんですよ僕も。あそうそう、ほんで降りて、もうそれはねもうずっと腹立ってたんですけど、もう我慢して我慢してね、本とかにも全然入ってこないですよ腹立って。せやけど時間過ごしてやっと着いたんですよ。ほんでもう腹立って、もう今日これ降りよう思ってずっと着陸してポーンって着いた瞬間に、ポーンってなった瞬間にもうガーって言って荷物取って、そこの降りるとこ行って、もうバッてガチャッと上げたら、もうそのままスッと出て行ったんですよ。ほんで、あ、よかったと思ったら子供2人がなんかバーッて走ってきて、お祭り男サインちょうだいって言ったんですよ。その時に今まで溜まってますから、どうしよう思って角刈りやから嫌や。とりあえず渡里哲也さんに謝ってもらって角刈り代表、昔の渡里さんはねあれですけど、今は違いますよ。ダーティーさん、分かりました、行きます。面白いですね、本当に。はい、来ますね、来ますね、うん、大丈夫ですよ。僕小学校の時に、うん、国元いうやつがおったんですよ。でその国元はどんなやつかと言いますと、うん、注射が怖いんですね、うん、ものすごく、うん、ほんで先生が明日インフルエンザの注射あるからって言ったら、もう国元はビビってもうて、老後老死にって歌い出すんですよ。阪神ファンなんですよ。阪神がめちゃくちゃ好きなんですよ。だから自分をこう勇気づけるために絶対老後老死にって
歌いよるんですよ、うん、ほんで当日になるじゃないですか、はいはい、ほんならもう朝から「国元おはよう」言うたらもうずっと「ロロロロロロ無視ですよ、はい、あ無視しとんなと、はい、ほんでもう並んでるじゃないですか、はい、ほんならもう老公老子に誘うと言うとるんですよ。ほんで、国芸の番来るじゃないですか。で、アルコール塗られるじゃないですか。塀に。ほんならもう、老公老子に。もういよいよやからな。ですね。ほんで、注射行くときはもう、阪神タイガースプレイ。ほんで終わったら、カットマセーバース言うて家帰るよ。人間すごいですね、最強は。どうしましょうか。あ、大輔行こうか。はい。また親父の話なんですけど、はい、実家行った時に、うん、なんかお昼お母さんいい日に買ったんでどうしようか言って、じゃあちょっと天安門でも取るみたいな、でおうどん頼むか言ってお父さんが、うん、きつねうどん頼んで僕がなんか親子丼頼んだんですよ、うん、で来てこう2人で食べてて、うん、ほんならなんかお父さんがこう飽きたな言うてこうラップ外してでこう七味をね、うん、こうやろうとしてて、はいはい、な七味がなこう小袋、うん、こんなちっちゃいやつね、うん、あれこうやろうみたいな年いってきてなかなかこう、うん、できへんかったんですよ、うん、ほんで、うん、言うててほなこうバーンってなったらこうバーンってなったんですよ七味が、うん、でああもう何やってんねんな言うて、うん、やってた親父が痛い痛い入った痛い痛い入った熱々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 みたいになってええー、言うてもうあるときいいなお父さん言うてほんでお父さん洗ってこうやって入ったわ言うて入ったら言うてほんで大丈夫言うたらいやまだ入ってるわ痛い痛い熱々熱々熱々みたいになってほんでちょ見てくれ言うてええー、言うておいこうちょ上見てみ言うてほんでこうもう一回下見てみ言うて横見てみ言うてあらへんで言うて取れたんちゃういや入ってる絶対入ってる熱い熱い言うてほんでもう一回上向いてみ言うて上見てあこれかな言うて入ってるわ言うたらそれ何七味の何言うんですよ七味の何や七味の何やのそのなんかようわからんそうわからへんって何色やねん言うていやオレンジっぽいけどなって言うたらうわ一味やんけって言うよりによって一味やんけより一味やんけ今回大輔の話はもう台所周りキッチンとまあまあ何事でもなく良かった良、ね、かったです、それ取れない治りましたそれぐらいで済んでなはい行きますさあ宮川さん大輔さんちょっと三松さんの話してよろしいでしょうか三松って誰ですか一緒によくやるじゃないですか三股又蔵さんの話なんですけど6年ぐらい前なんですけど、夕方6時ぐらいに電話かかってきて、いやもしもしって言ったら「あ大輔今日何してんだ」って言って「いや僕今日休みです」って言ったら「今日手羽先が食べたいんだ」って言って「ああそうですか」で山ちゃん の胡椒の効いた世界の山ちゃんあれが食べたいんだっつって「分かりましたほなどうします?」って言ったら「7時にほなら新宿で待ち合わせしましょう」ってで待ち合わせしたんですよで新宿の山ちゃん行ったけど結構いっぱいあって入れへんかったんですよほんで「あじゃ新大久保にもあるから」言うてで新大久保に歩いて行ったんですよほんで入れたんですよほんで2人で飲んでてで手羽先来てで「ああ」言うてなんかいろんな話しながら食べてたんですよでその手羽先もこうなんか美馬さんこうやって食べはるんですけどなんすかね顎の力が弱いんか歯が少ないかなんかわからないんですけどすごいこう肉が残ってんのすぐ骨つぼに入れ骨つぼに入れ柄入れに入れていやまだ半分ぐらい肉ついてますよいいんだっつっていいんだよねみたいなそんな話をしながら酒飲んでたんですよで僕トイレ行って1時間ぐらいですかね飲んでトイレ行って帰ってきたら外国人の方がいっぱい入ってその外国人がもう言うたら40何歳ぐらいの
おばちゃんと喋ってはったんですよ。あで、あ、知り合いかなと思って、あ、おはようございますって言って、はい、で、誰ですかって言ったら、いや、今声かけられたんだよって言って、うん、で、顔さしたんだよ、大輔って言ってあ、そうですかって言ってこの人面白いみたいな、うん、で、ああ、と思ってで、じゃあ3人で飲もうみたいになって、いや、もうよろしいやん、2人で飲んだらって言って、いや、いいじゃないかって言って、うん、あ、わかりましたって言って、で、3人で飲んでたんですよ。で、まあ食べてほんなら、誰ですか、カラオケ行こうかってなって、あ、行きましょうかって言ったら、行きますみたいなって、え、この人も連れて行くのみたいな。あったばっかりやもんね。で、3人で行くのみたいな。ほんで、あ、じゃあもう分かりました、行きましょうかって言って。ほんで、3人でカラオケ行ったんですよ。で、なんか、新宿のなんかこう、なんか、俺知ってるとこあるから、で、社長さん知ってるから、みたいな。で、行って、ほら、なんかこんな、なんか、パン半分ぐらいになんかこう焼いてアイスクリーム乗ってるみたいな、あ、美味しいやつで、これうまいんだよ言って、うん、でそれ食べてはるんですけど、あの下手んとこになったら、うん、なんすかね、顎弱いんか歯少ないのわかるんですけど、もうしがんで置いとかはるんですでここうまいのにって言いながら、まあそんなんもあってまあまあまあ酒飲んでたんですよ。で、顎弱いの酒飲んでたんですよ。ほんで、あ、じゃあ俺歌うよっつって、なんか光進丸歌ってあったんですけど、もう光進丸歌う時はあの大抵気分がいい時に皆さん光進丸歌はったと思って、で俺トイレ行って、で帰ってきて開けようと思ったら、こう扉あるじゃないですか、はい、思いっきりキスしてるんですよ。さっきおったおばちゃんとブジューンしてるんですよ。そうと思って俺もう一回どっか行ったんですよ、電話しに。何や気持ち悪いんか、ほっといたんですよ。で帰ってきたらまだキスしてるんですよ、長いキスがと思って。でもそのガチャガチャっていうのも、もう何回かガチャガチャってやって、気づくかなと思って、ガチャ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 って開かへんふりして、音さしてんのに入ってもまだしてるから、何してんねん思って、もう兄さんもう行きましょうと、皆さん行きましょうと、ほんならおーって言うて、でも行こうって。いや、でその女の人がトイレ行った時、皆さん何してんのって言って、なんでキスしてんのって、誰か分からへん、さっき会った人やんか、うんうん、おばあちゃんもうな、なんかほんまこんなん言うたらあれかも、何持ってあるか分からんで風とかね、まあこうもう何の菌を持ってるか分からへんで、まあ、そうやな言って、で、まあ、そのまま出て行ったんで、もうほな解散しようって解散したんですよ。でもう帰りましょうって言ったら、大好きちょっとラーメン付き合ってくれって言って、言って、でラーメン屋さん行きましょうかって、で最後ラーメン行って、ほなラーメン行って、ラーメン出てきて、ほならスープブワー飲んで、ほんでそのままもうえっ言うて出ていかはるんですよ。でいや麺残ってるし、まだ俺も食べてるしって言って、で何やろうと思って、僕もバーって出て行ったら、前の道のドブンとこ行って、おらららららって吐くんですよ。ほんでえどうしたんって思って、どうした何してるんですかって言って、大丈夫ですかって言ったら、消毒だよって言うんですよ。え、消毒？消毒？消毒？って言ったら、何の話やねん、消毒言うて、え、消毒？え、何ですか？もういやや、もうスープの温度で菌が死ぬだろ。っていう話なんだ。1個目にそれ、ようやく当たってそれ、そんな万の実施方やねん。あんまり待ってこい。いきますよ。
していただきまーす。はい、おどうしましょう。これじゃあ僕軽く一回しまっていいですか。お願いします。はい、いやまあ、軽いやつなんですけど、前に通ってたジムに、ね、はいはい、よく会うおっさんがいて、はい、まあ、高重量を上げるタイプのおっさんなんですけど、なんか重いの上げるときに、いや、わかるんですよ。やっぱり筋トレは本当にしんどいじゃないですか。で、高重量を上げるおっさんで、いつもね、ですで、こう寝るときに、あっですわあ、まあ、この人のこの、ね、カッとこの、力入れるときの圧力が、はい。